皆さんおはようございます。どうもスマイルの瀬戸です。どうもスマイルウォーイエーイ吉坂です。警備教頭アナウンサーの佐藤裕之です。さあスマイルのマーブル木曜日、本日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと瀬戸くんキャップかぶってあるやん、珍しい。いやいつもかぶってるよ。あほんまに、はい、あいつもかぶってた。いつもかぶってきてるよラジオは。あごめん気づかんかった、ちょっと何やねん。いやいやいや、気づかんって何やねん。いやなんかちょっと生きてはるわ思って、うん、なんかラジオやから分からんのに。そうですね、めっちゃ生きてはるな思ってツバあげて、はい、あねえ、ね、別にええやん。ですね、はい、あの喉元もちょっと生きてますよね。メガネメガネにかかるとはメガネかける必要ないやん。いや別に誰に見せたい、ね、聞いてる人分からんね。ねお前はお前でそれ何色の服なの。えなあ見たこともない。何色の服なんそれ。ピンクよ。ピンクでもないやん。そうそうそうでもない。なんかなんか白でもなくピンクでもなくなんか紫色でもなくて、うん、なんか あの色の服欲しいなと思って買いに行ってその色選ぶ。いやいやこれあの奥様チョイスです。、はい、奥様が吉坂君これ似合うと思って買ってきてっていう、はい、もうだいぶセールしてたから安くね買ってくれ、そこ買ってきてくれ、ね、その色が似合うと思ったの。そうそうその色をね似合うと思って。そうなんですよ。いや、はい、僕たちね昨日ね、はい、尼崎でロケをしとってね、はい、そうなんですで、思いのほかねなんかロケ予定してたロケが、思いのほかめっちゃ早く終わったんで、急遽、はい、ロケの延長戦で、うん、そこもちょっと回そうかってなって、うん、急遽甲子園に行ってんな。そうなんです。おら、はい、はいはいはい、コンビでもうね甲子園からもう10分ぐらいのところでロケをしとって、はい、終わってどうしよう、まだあかんなってなって、はい、あ甲子園のチケットがほんまにいろんな流れがあって手に入って、うん、で急遽甲子園に行ったんですよね、はあ、流れにコンビとあとスタッフさんと、はい、でただ着いたのが、はい、夜の7時ぐらいか。そうやね、うん、やったんでもう阪神対日本ハム、うん、3回4回ぐらいの、うん、時に着いたんで、うん、2対1ぐらいですね。あその頃はそうですそうですそうですちょうどそのタイミングで、うんうん、だから新庄監督が見れなかったよね最初の。そうよね、そうですよね。あの瞬間ってめちゃくちゃレアだったじゃないですか、うん、新庄監督が阪神のユニフォームを着て、うん、あのメンバー表を交換する時に出てきた阪神甲子園がめちゃくちゃ湧いたってなって、はい、あれをちょっと生で見たかったなと思ったんですけど、大歓声聞きたかった。しかもあれ聞いたところによるとほんまに誰にも言うてなかって、サプライズ言うたら止められるの分かってたから、ね、サプライズで急遽あれを着て出てきて、はい、しかも終わってからめっちゃ怒られたんですね NPB から。ねえ、そんなめちゃくちゃ注意されてんって、はいはい、まあ、そらそうや NPB 側からしても敵チームのユニフォーム着てメンバー紹介、まあ、でもまあエンターテイナーとしてはそうやね、はいはい、お客さんを喜ばすために、まあ、賛否あるんかもしれないですけど、盛り上がるという意味では僕たちはもうあれは最高のエンターテイナーとして、もちろん3よね、もちろんうわーってなるじゃないですか。で実はもう一枚用意してるともおっしゃってるし、ね、うん、それを今日着る予定やけど、うん、もう一枚来たらなんか NPB の方から退場だと言われているので、はい、うん、過去に1回やって、で昔回が警告で、はいはいはい、で次やったらもう退場なって言われたらしくて、はい、うん、だから今日着ようか、うん、着ないでおこうじゃなくて着ようか悩んでるっておっしゃってるんですよね。はいはいはい、すごいすごい。まだ着る可能性あるね。あるんです。ね、でもしかして、はい、怖さがあるんだったら4時ぐらいのビジターの練習の時には着てるかもしれませんよね。はい、だからそれを許されると思うんですよ、注意ぐらいで、はい、うん、あれ機能ってほんまは絶対ダメなとこじゃないですか、まあ、うん、もう今から試合が始まると一番緊張感を持って挑むところやったから、でも、うん、どっちにしろ来てたとしても来てなかったとしても、うんうん、はい、注目は今日してしまうやん。そうやね、どうね、来てたらすげーってなって、うん、ほんまに退場なんのってワクワクドキドキするし、うん、来てなくても別に最初注目で見てしまうじゃないですか。うん、そうなんですよ。僕も CS でね、5時45分から見といたらよかったと思って、はい、ね、NHK 始まるの待ってたんですよ、6時の。あ、だもう全然触れへんし、何やったんやろってわからなかったですよね。あ、そうか、NHK さんはそれ触れない。触れないですよね。だから5時45分の CS で見てたら絶対その部分ね、見れたと思うんですよ。だからしまったと思って。だからルール違反のこと
ことはしてるのかもしれないけど、はい、エンターテイナーとしては本当ワクワクドキドキさせられるような、いやほんま素晴らしい人ですよね、すごい方じゃないですか、うんうん、あ、ちょっと口挟んで申し訳ないですけど、はい、それあのオープニングで喋ってよろしいですか？なんかそうなんですよ、佐藤君。何ですか？あのね、はい、今日ね、僕あのちょっと気になるあのニュースで、うん、はいはいはい、それ喋ろう思ってたんよ。あ、そうなんや。もう全部喋ったよ。あ、ほな変えて変えて。いや変えて変えてじゃ遅いね、もう。もういいよ、今言うわじゃあ。か、もういいよ、あの違うやつ。何も聞いてなかったテンションで喋ってくれていいよ。いや、やめてだけ。やめてや、もう先出し。実はねって言って、実はねのテンションで喋ってくれていいよ。いや、もう記事にも書いてるやん、もう。怒られても別にいいですね。新庄選手、監督言ってるやん、もうこれ。ね、まあまあ、後でじゃあ詳しく喋りましょうか。そうですね。いや、なんかこういうほんまワクワクドキドキ。ワクワクドキドキですね。するのって最高だなと思ったんで。このラジオもほんまにもね、うん、何が起こるかわからないワクワクドキドキしたラジオに出していけたらいいなと思うよね。思うよねじゃないの。何なら思うよねじゃないんですよ、ワクワクドキドキの。どうですか、吉川さん、まあまあ、なんかそんなワクワクドキドキするような。いや、ワクワクドキドキ。何が起こるかわからないようなお話をちょっと。いや、退場覚悟のことやってくださいよ。退場覚悟のこと。いや、でもね、はい、本当にもう、なんていうんですかね、もう昨日は最高のね、その甲子園のワクワクドキドキでしたけど、うん、この状況はもう、なんかもう、どう逃げたらいいんだろうみたいな、うん、ドキドキの、はいはい、悪いドキドキの方なんですけど、はい、あの先週は瀬戸君あの姫路の隣の愛用院に営業に行って話あったじゃないですか、はいはい、でまあお昼ぐらいに終わって、はい、で、3時ぐらいに新大阪駅の御堂筋線を、はい、乗ったんですよね、うんうんうん、はい、新大阪駅の御堂筋線、はい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 、はい、の、うん、メトロ線のね、そう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 、はい、で、あの、ドアの付近で立ってたら、うん、で、あの、ホームに、うん、まあ、おそらく僕はあの、天王寺行きを乗ってたんです。はい。途中で止まる終わりのやつですよね。うん、そうです、うん、で、そのホームに立ってるおっちゃんは、次の最終駅の、うん、あの、中本駅に、はい、乗ろうとしてて待ってた、うん、ちょっと酔ってるおっちゃんがおって、酔っ払いの、うんうん、で、おっちゃんが僕見て、うん、ああ、ウイエさんだでっかい声で。まあまあ、でっかい声で言うんです。あ、どうも、こんにちは、って。あ、いつもセアネンのスマイルコムで見てるね、みたいな。うん、もう全然ドア閉まらないんですよ。あの、ね、新大阪駅って、うん、たまに、その、全然そのドアが閉まらんくて、出発を。遅いくないですか、あの時。じゃあ、天王寺行きのその電車に吉坂が乗って、で、うん、そのお父さんは、うん、ホームに残ったまま、そう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 、ドアが閉まる前に、そう、ドアを挟んでずっと喋ってくるんですよ。うん、いや、ありがたいけど、はい、ちょっと声のボリューム下げてほしいな、まあ、そういうの他の人もいっぱいいらっしゃるからね。他の人もちょっと気づいてる感じやし、はい、もうあのでっかい石運んでしんどいな、みたいな、すみません、ありがとうございます、って、トゥルルルってなって、うんうん、あ、やっと出発してくれるわ、思ったら、おっちゃんが、うんうん、あれ俺、これでいけるかな言って乗ってきたんですよ。うわって思って。うわってなって。まあ、最悪だよ。まあ、悪い人ではないよ。全然悪い人ではないよ。すごい、あの、機嫌ようになってるから。ただ、気持ち的には、なんか、乗ってきたで、ね、乗ってくんのかいやな。乗ってくんのかいって思って、はい、で、こっからどうなるんやろう思ったら、ちょっとだけ喋って、あと、なんかずっと黙ってあったよ。もう、で、これ、うん、この状況どうしよう思って、あの、車両を変えたら、なんか周りの人に、なんか、うわ、吉坂さんなんか逃げたみたいな、思われるし、で、なんか、周りからしたらもう、あ、スマイルの吉高が、酔っ払いの人に話しかけられて、で、その人が車両乗ってきて、で、最初ちょっと喋って、なんか、二人の空間ができてるけど、そのお父さんが急に黙り出した。そうそうそう。さあ、吉田がどう動く？どう動くで見られてるんですよね。はい。で、僕が、あの、難波の駅で降りるはずやったんですけど、その、最寄り駅じゃなくて降りんのもなんか嫌じゃないですか。もう一本待って。なんかこの状況耐えられないからね。で、まあまあ、とりあえずちょっと空いてきて椅子座ったら、うん、その酔っ払いのおっちゃんも目の前に座って、僕の。はい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 。で、何も喋らんけど、こう。うん、パッて目やったら、うん、なんか行こうみたいな
感じで、うん、え、もう何これみたいな。気まずいな。気まずいなって。確かにずっと気まずいな、その状況は。思ってたら、僕の隣に座ってるお兄さん、ほいほい30代ぐらいお兄さんが、ええ、あ、上さん、みたいな。うんうん、あの、よく見てますみたいな。はいはいはい。あの、ちょっと。上いただいていいですか。またちょっとまた別件が出てきた。ちょっともうやまたややこしいの増えたよみたいな。また別件が出てきたね。そうそうそう。もうでもあいいか思って、うん、ちっちゃくであの上上って やったら、はい、目の前の全然喋ってなかったおっちゃんが、うん、あ上さんあの簡単に上すなあの価値下がるって言われて。ちょどのタイミングで言ってるのねと思って。急に黙ってニコッとしてたのに。いらんタイミングでいらんこと言ってる。上さん、そんなせんでね。いやもう、え、もう何これと思って。いらんタイミングで入ってきたな。ずっとパニック状態のに、はい、逃げられない状況。これ何と思って、もう仕方なく難波の、はい、までもう我慢して降りました。これどうしたらよかったやろって思ってすごい状況なんです。はい。なんか誰が悪いわけでもないもんな。そのおっちゃんも全然あの機嫌よくしてたし。タイミングとなんかそんなんがちょっとなんか悪かったというだけで。うんうんうん、いやな話やな。いや、そうなんです。なんかこういう状況はあの2ヶ月前もあって。うん、はい。あの、木下大サーカスってわかります？世界三大サーカスです。すごいもうエンターテイメントなんですよ。うん、すごい筋肉もりもりの人が、はい、あの、うん、ちっちゃい積み木を片手だけで、ぐわって倒立したり、大車輪言って、命綱なしで、大車輪の上を、こう人が行き来するような、すごいパフォーマンス。はい、はい。で、それ最初に外国人の人二人が、あの、ピエロなんですけど、うん、なんかのお客さんの方をこう回って埋設するんですよね。うん、開演前に。開演にこうって。で、なんか4人ぐらいなんかお兄さんを呼んで、うん、こう前に、うん、こうサーカスの真ん中におらして、一緒に埋設をさせるみたいな。お客さんもちょっと参加して。そう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 。で、僕、あ、当てられたんですよ、たまたま。はい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 。うわ、俺それ、めっちゃ嫌なやつや。そう。なんかたまたま目あって、外国人のそのピエロの人と、ほな、あーカモンみたいな言われて、はい。で、立った瞬間にそこだけこう、他は真っ暗やけど、こう、明かりが見えるじゃないですか。はい。で、その周りが、上さんだってなって、周りのお客さんも気づいて。そうそう、そこの周りは気づいて、あ、どうもどうもって言って、うん。で、僕のその、以外3人の男の人の1人の、うんうんうん、30代ぐらいのお兄さんが、はい、うわ上さんみたいないつも見てますって、うん、で なんかしてくれるんですかみたいな、ね、で言われるんですけど、ね、期待が高まるのただそういうのってお客さんで言ってるから、うん、向こうの演出があるやろから、うん、もうこっちは一般の方がしそうな、うん、もう向こうに演出任しとったらええねんけど、そう、あの変に顔さすとそれ以上の期待をさせられねえな。だから本当にピエロの動きの真似をするしかないんですよね。うん、それでいいね。それでいいんですよ。そうなんですよ。で、あの、なんか最後に、なんか人間椅子ってわかります？うん。あの、4人ぐらいが。4人で、僕の膝元に全然知らない、そのお兄さんが頭を乗っけて、はい。で、僕はまたその知らないお兄さんの太ももに乗っかって、4人でこう四角形の椅子を、で、作るみたいな。なんかそれが安定すんねんな、その姿勢が。そうそう。で、それ、あるある、なんかピエロに、それ、やって、やって、みたいな、腕組んで、やって、みたいな、やって、ピエロ。結構カロリーあんねん。そうそう、こんなすんのって思って。結構カロリーあんねん。めっちゃやらせるやん、ピエロってなって。ほんで、やるじゃないですか。はいはい、で、ピエロどっか行くみたいなノリあるんですよ。で、その4人だけ、あの、置いてけぼりにされて、笑いにされるみたいな。ちょっとちょっとと、どうしたらいいんですか、僕たちみたいなことで。そうなんです。ほんで、これ、こんなするんや思って、僕ちょっとだけ、おならしたくなって、もう最悪や、この状況でしたくなったと思って、あの、ちょっとだけスカシ
ティッシュを持って。するなよ、そこで。ね、いや、だって、そこでするなよ。音を、出したら、そのね、僕の太ももの頭乗っけてお兄さんにバレるから。バレる。バレる。ガタンを無理やもん。だからちょっとだけこう、動いちゃって、はいはい、バラバラって、崩れちゃって、はいはい、最悪の、ピエロになんか、うん、あべべみたいな、なんか注意されるみたいな。ダメ出し。ダメ出されるみたいな。まあ、それもエンターテインメントやと思うんですけど、で、その最後の子、なんかやってくれるんですかみたいなお兄さんに、うん、上さん、応援してほしかったな、みたいな感じで。言うのもちゃうしな。みんな木下大サーカスを見に来てる。そうそう。今日に任せなかが、そこで上って出しゃばんのもちゃうしな。そう、絶対ちゃうでしょ。うん。その周りのお客さんは僕ってバレてないから、僕の座ってる付近の人は、ちょっと分かってる感じなの。うんうん。で、それは絶対言うたかも。で、そのまま椅子に戻るっていう。だってさ、昔さ、うん今はもなくなったけど、うん、USJ のさ、うん、ターミネーターか。うん、白鳥麗華さん。はいはいはい、すごいおしゃべりがうまい人、ね。めちゃくちゃ女性で面白い人もおるじゃないですか。どっから来たのとか、ね。どっから来たの、うん、まあそうなんだ。聞いてないけど、近いね。とか、なんか、めちゃくちゃ漫談みたいな感じで、喋ってお客さんと最初絡んで、大爆笑を取るみたいな。うん、その人になんかお前、出しゃばって注意されてなかった。あ、そう。いや、なんか、一回あったんですよ、昔。話術に話術で邪魔する。お客さんちょっとボケたんですよ。はいはい、あなたどこから来たのって僕言われて、はいはい、当てられたんですよ。はいはいはい。で、吉川が、うん、ボケなあかんと思ってボケなあかん思ったんですよ。で、家からですって。ほんじゃ白鳥麗華さんは、はい、吉高の向こうも、うん、パッて当てた時に、うん、あ、スマイルの上吉高だって気づいたらしいんですよ。はい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 、で、言われた言葉が、うん、うん、うん、みんなそうだよ、みたいな。気ぃつけなさい。気ぃつけなさい。あんたプロでしょって言われて。そう、めっちゃ恥ずかしい。プロってなって、パッて見たら、はぁみたいな。めちゃくちゃあんだ、みたいな。こっからは全然楽しめなかったです。はい。これ本当に恥ずかしい。あるわ。だから、ああいう時って芸人さんってどうやってみんな対応してんのかなって。いや、任すしかないと思うもんね。あ俺もああなった時は絶対当たらんように頼む当たらんといてと思うけど、当たったら当たったで出しゃばるのも違うし、向こうに任せなあかんし、お客な、上って出しゃばるのも違うしな、難しいよな。めっちゃ難しいんです、本当に。これ逃げ場なかったな。逃げ場ないな、確かに。そうなんです。はい。これ怖かった。めっちゃ怖かったもん。連チャンでね。はい。2回もそんなことが。ピエロに注意されるのめっちゃ嫌ですよ。はい。そやな。確かにな。確かに、ちょっと嫌やな。ピエロに注意されるのちょっと嫌やな。ちょっと嫌やろ。うんうん、めっちゃ恥ずかしい。棒立ちで、みんなわー笑ってんすよ。はいはい、まあまあ、周りはそう僕とは知らないですけど、まさか注意 されてるやつが僕に思わんし。ピエロとしてはもう一個なんか落ちであったかもしれないし。なんかそう。ずっとそれで保っていただいた上で帰ってきてなんかしてもう一笑いとか。そう。あったかもしれんから。そうなんよ。そこをちょっと崩して。すっごい恥ずかしかった。恥ずかしい経験やね。はい、そうです。どうしますかじゃあテーマ。テーマ、じゃあこれ、逃げれなかった、はい、逃げたかった話なんですかね、これは。逃げたかった話とか、この状況どう思います逃げれなかったんです、はい、逃げれなかった。みたいなことですかね、逃げられなかった困ったお話皆さんお待ちしております、はい、メールアドレス su@kbs.kyoto su@kbs.kyoto まで送ってください。はい、はい、さあそして今日もラジオカーが京都の街を走っていますマーブルラジオカーリポーターの西村愛さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。三条大橋西詰にやってきました。いいお天気です ね今日はいいお天気です。カラッと晴れておりまして白い雲も、ね、出てるんですけども、うん、そこまでジメジメしてなくて過ごしやすいですね。でもやはり外に出るとね暑くなってきそうやなと予感させる太陽の日差し、うん、今ラジオカーの温度計は26度になっております、はい、まだまだ上がりそうですね。すぐそばの鴨川の流れを見ていると、おととい大雨が降って川の水位がかなり上がってましたよね。はい、丸一日経った木曜日ですが、この辺りはまだまだ水が多くて、勢いがね、流れが早いんですよ。だからまだ今日も川には近づかない方がいいかなと思いますね。はい、そんな中で11時台のラジオカーリポートなんですが、この
近くにあります河原町三条のフレームインボックスという場所をご紹介します。一時代は左京区岡崎に足を伸ばしまして、うん、京都市京セラ美術館からお届けします。はい、それでは行ってきます。はい、行ってらっしゃい。さあ、それではマーブル木曜日、今日の全体の流れ、沢竹さんお願いします。はい、この後10時20分過ぎからはちょっと気になるあのニュースです。吉高さんが気になったニュース、皆さん注目してください。何でしょうか。ねえ、はい、瀬戸さん、あれ分かってオープニングあの話してあったんですか。いや、知らなかった。マジで何の話をするのかは絶対知ってたやん。ほんまに知らんかった。何の最初の打ち合わせでこのニュースお願いしますって聞いてなかった。そこ別にお前がどんなニュースを選ぶのかなは聞いてないから。だって本番楽しみにしとこうと思って、明らかに僕だけ、ね、スポーツ新聞ですごいカラーやのに分かるやんこれ見たら。で、新庄監督が両手上げてね、もうこれひどいわ。ちょっと先出しされた、うん、あ、じゃあわざとじゃなかったの。わざとじゃないです、はい、ほんまに。なんで、あの、知らん体で喋ってもらって。いや、もう嫌やわそれ。ちょっと聞いてみたいな感じで。いや、もう嫌。知ってたみんな。で、入りそれでるよ。入り知ってました皆さんでよ、うん、はい、めちゃくちゃあざとよ。で、11時になりますと、はい、うちのあれこれ聞いてーなーでございます。はい、これはもう吉高さんの、はい、夫婦の話から、はい、いざこざですね。はい、そうです。夫に対しての不満みたいなことなんかを、うん、で、夫目線からも聞きたいですね、うん、これどう思いますか、うん、みたいな感じも送っていただきたいと思います。はい、12時台まずは沢竹の週末歩きです。はい、ちょっとね、伊勢神宮に行ってまいりましたけども。伊勢神宮まで行ったんですか。はい、KBS 京都から20分ぐらいで行ける伊勢神宮でございます。はい、そんなところに、あ、まあ、新幹線乗ったらすぐですから。あ、そうか、20分で行けんのか。いけんいけん。伊勢神宮もここも新幹線通ってませんし、まあ、それっぽいものがあるんですよ。あ、はい、あ、そういうことそういうことで、ごめんなさい、ごめんなさい、楽しみにしております。はい、そして12時20分を過ぎますと、これめっちゃうめいです。今日は、はい、吉高さん、はい、僕がちょっと持ってきました。はい、こちらもあの奥様おすすめのものでございます。そうですか。はい、ちょっと見えましたけどね。なんかご飯ね、うん、あの、そろそろ食べたい時間帯なんで、すごく嬉しかったです。見えた時。あ、ちょっとガッツリ系のやつでございます。はい、ね、はいはい、そして12時30分を過ぎます。そう、週刊ダンディズムです。はい。うん、こちらはちょっとダンディーだなと思うような、はい、男のたしなみ的なことですね。はい、うん、イケてる男の、うん、条件みたいなことを送っていただきたいと思います。はい、はい、一時代にはマーブルビートがありまして、今日はお遊びのコーナーだということで、なんか他の指とね戦うということなんで。ああ、そうですか。一回いっぱい正解してね勝とうというコーナーでございます。はい、わかりました。それぞれのコーナーへの、メッセージはですね、 su@kbs.kyoto su@kbs.kyoto まで送ってください。その他、スマイルさんへの質問やトークへのリアクションメール、そしてマーブル木曜日では曲のリクエストもお待ちしております。タイトルとその曲にまつわるエピソードやリクエストの理由も書いてください。で、今日のテーマは逃げられなかったこと、逃げられない状況を皆さん教えてください。メールアドレス su@kbs.kyoto su@kbs.kyoto です。またマーブルでは X とインスタをやっております。アカウントはどちらも KBS アンダーバーマーブルです。ハッシュタグマーモクでもぜひポストをよろしくお願いします。はい、それでは本日もお昼2時までお付き合いください。スマイルのマーブル木曜日、 KBS 京都からお送りしています。お客様に感動を、安心のヨドバシカメラ。節電エアコンが豊富な品揃えでスピード取り付け、さらに扇風機除湿機で快適な暮らしを、冷蔵庫洗濯機テレビパソコンカメラも豊富な商品知識でご案内いたします。最新スマホはカメラ AI がすごい、スマホ機種変更も何でも相談カウンターへ。550台の駐車場完備、京都のヨドバシカメラ。腰が痛くて畑仕事がしんどい、草取りしていても手が痛い、重いものを持つと痛っ、痛っ、痛っ、いつか治ると我慢しないで、再春館製薬所の通算湯を始めませんか。通算湯は漢方に学んだ医薬品。5つの生薬が膝、肩、腰の痛みを徐々に和らげます。無料の試供薬のお申し込みは 0120-305-305 305-305。 通算湯は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。KBS 京都交通情報です。この時間は京都の情報をお伝えします。日本道路交通情報センター京都の大橋咲さんです。お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。
名神高速は西宮方面からの上り線が京都南インター付近で3キロの渋滞、その先集中工事のため車線が規制されていて、湖東三山スマートインター付近で4キロ、彦根インター付近で7キロ、一宮インターを先頭に12キロの渋滞です。一般道路の東大路通りは南行きの東山二条交差点付近で事故の調べのため一車線が規制されています。ご注意ください。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は11時前にお伝えします。スマイルのマーブル木曜日。40を過ぎて初めてパーマを当てたスマイル瀬戸と、40を過ぎてイコカを使えるようになったプーエー吉坂と、スマホ使用1周年の沢竹博之が KBS 京都から楽しいトークをお届けします。ちょっと気になるあのニュース。この時間は今朝の新聞各紙から僕たちがちょっと気になるわと思ったニュースをピックアップします。はい、今はもうプロ野球はね交流戦で、はい、あの1回ずつしか対戦しないんで、うん、やっぱりできればね相手の不調な時期に当たりたいっていうのが、まあ、希望だと思うんですけど、そうですね、そういう意味では巨人がね、うん、あのソフトバンクから1個買ったっていうのはめちゃくちゃでかいなっていう。ソフトバンクもロッテから3連敗して、うんうん、ちょっと不調な時期じゃないかっていう時に、うん、はいはい、巨人が当たってで、ね、でも1勝1敗買います、はい、だからね、うん、だから得は得ですよね。あの強いソフトバンクがお次の時に当たれたっていうのはね、はい、うん、で日本ハムは勢いありますもんね、うん、そうなんですよ。これもいつも続かないじゃないですか。だから他のセリーグ得なんですよね、今阪神とやって。ああ、多分どっかで落ちてくると思うんで。そうかそうか、はい、だから阪神ソフトバンクは、うん、あのまだ来週再来週だと思うんですけど、うんうん、6月17日なんでね、その時にはソフトバンク上がってるから、阪神損してんちゃうかなって思っちゃうんですよね。でも新庄監督がね、はいはい、もう日本来てもうやめてくれ、もうめちゃくちゃ湧いてね、はい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 、で今日どうなるのかな。そんなことがあったんですね。しかも5番じゃなくて63番の背番号、そのデビュー当時のね、全部言ってるわ。新人の頃のユニフォームを用意して1号ホームラン打った時のやつってことですね。あ、いや詳しく聞きたいですよね。だ詳しい人おったらなんか聞けたら嬉しいなって思うんですけど、そんなニュースもありましたけど、はい、29年ぶり登板内田裕樹さんにしよう。内田裕樹さんの始球式やってたけど、始球式やろにしようかな。どこ対どこでやったんですか。どうしよう。どこやったっけその試合。内田さん、この試合は、ヤクルトロッテです。あ、そうなんですか、はい、もう全く変わらない美貌で、はい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 、内田裕樹さんが美しいね、やってましたね。ミニスカートとか何かですか。いや一応ユニフォーム姿ユニフォームですね、はい、ですけど、二十、はい、何年前と全く変わらないスタイルっていうの話題になってましたけども、これにしようかしら。これにしようかしら。でまた続き何かあるんですか。もう言いましょう。言いました、はい、で僕が選んだやつなんですけど、はい、これね、日経やったかな、はい、どこやったかな、毎日やったかな、どっちかに載ってたんですけど、はいはい、AI がクジラ探しますっていうニュースなんですけど、こう定点カメラを検知して後々には観光活用しようということで、富士通とみずほ銀行と東京都の八丈町が人工知能 AI でザトウクジラの来遊状況を検知する実証実験を始めたということなんですけど、もともとみずほ銀行とみずほリサーチ&テクノロジーズでやってたんですけども、富士通以外の AI を活用してやってたんですけども、うまく検知できなかったらしいんですよ。で今回富士通を入れてということ で将来的にはほらホエールウォッチングってやっぱり確実じゃどうか分かんないじゃないですか。まあ、いろんなところでね、運が良ければみたいなね。そう、あるあるある、はい、5月はクジラ見れる確率7割とか、はい、そういうので呼ばないといけなかったのが、うん、AI を検知して今日は出ますというのを確実にして、うんうんうん、行くことがこれからできるかも可能性があるということで、これがどこまで精度を上げてくれるかということでね、観光の業者の方も楽しみですし、それからあの船乗る私たちも楽しみですよね。確率が上がる方が、出るか出へんか分からないんで、確実に見れた方がいいですね、うん、いいですね、はい、はあ、それは嬉しいです ね、はい、まあ、今でもね北海道のね、羅臼町なんかでもホエールウォッチングとか売りにしてるんですけども、うん、やっぱり 100% じゃないらしいんで、うん、AI とかでね確実に見られるようになればいいなというふうに思いました。そういう時代が来てんね、はい、ですよ、はい、確かにウォッチング系はね、僕らもロケでこの前アザラシ見に行ったんですけど、はい、見えたらラッキーですねって言って、うんうんうん、1匹
目めっちゃテンション上がるんですよ。やっぱ、はいはい、うん、見れたって野生のアザラシが。野生はすごいよね。ちょこんと顔出してるんですよ。可愛、はい、あれそうちゃんってなって覗いたら、うん、もう本当にもうちょこんと顔だけ出たヒゲの生えたアザラシが出てて、うん、めっちゃ可愛いって言ってたんですけど、うん、ほんまに運が良すぎたのかどうか分かんないですけど、はい、もう見えすぎやんっていうくらい、ね、なんかバンバン出てたもん。モグラ叩きぐらい。あ、ほんまにしばし出てました。もうおったおったもう誰も言わなくなって。もうええかって感じ。煽るわぐらいの感じで帰りの船全員みんな無言やった無言え、どこの海ですか、そんな確率で、北海道ですか、そうそうそう、北海道の方なんですけど、うん、めちゃくちゃ可愛かったですけど、ね、見えすぎたっていうのもありますけど、ね、見えすぎたら人って慣れるんですよ、ね、うん、ますよね、すごい慣れます、うん、ですけどね、はい、さあ続きまして、スマイル瀬戸がちょっと気になるニュースはこちら。梅北緑の魅力、関西経済盛り上げ期待というね、産経新聞の3面からいただいた記事でございまして、はい、梅北です、はい、本当に今盛り上がってます。ずっと昔から工事してて、どん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 、はい、あのビルも建ち、でその中での緑、はい、それを今から完成に近づいているということです。 JR 大阪駅北側の再開発区域梅北2期グラングリーン大阪ですね、はい、の先行街開きまで100日の節目を迎えた29日、緑に包まれ都心部であるという事実を忘れさせる広大な公園が関係者に公開された。 JR 大阪駅と直結する利便性は街区の魅力を大きく高める関西経済全体の盛り上げにつながることも期待されているという、これが本当広々とした都市公園に800本ぐらいの樹木が植林される計画 でイベント空間とかもあって、うん、大きい屋根とか噴水なども整備も進んでいまして、うん、9月の6日に予定されている先行町開き以降は公園の7割が利用可能になるといいまして、市民の憩いの場になると。梅田の発展力すごいんですよ、ね、マジでね、梅田行って買い物行こうかって言って梅田行ったらどこの施設入っていいかわからないぐらい悩むよ、ありすぎて、そうですね、ね、その中でこういうちょっと憩いの場としての公園みたいなのもできるということが、でなんか同じ大阪市内のね、南と呼ばれているエリアからも、うん、どんどん本社、大きい会社の本社が移転を進めてるんです、うん、北の方に、あれちょっと南北問題になるじゃないですかね。そうなんです、だから南と北って呼ばれてたのが、うん、ほんまに北がちょっとすごい勢いで発展しすぎてて、どんどんみんな北に流れていっているので、はい、あ、そうか、久保田が本社移転って書いてますね。久保田ナンバーの横にドーンとありましたもんね。あれが北に移転という方向で進んでるんですって。吉本はもうあり得る、北に、吉本も北に、北にできるんちゃう、ナンバーグランド花月があるのに、うん、いやでもね、この流れからしたら、うんうんうん、でタワーマンションとかも知ってます、うん、どういうことですか。建ってて、うん、あれいつ完成なんかな、もう多分予約は始まってるんですけど、うん、グランフロントの横にもうどでっかい、うんうん、多分西日本、関西で一番高級と言われてるタワーマンションができるんですよ、はい、それの最上階がすごいですよ、はい、もちろん何十億クラスですけど、うん、それも予約でいっぱいでもう一瞬で埋まったんですって、自分の車入るじゃないですか、はい、車のまま部屋上がれるんですよ、最上階の人だけその部屋は、はい、うわそのままよ、だからガレージ止めて外に出て、エントランスからボタンを押して自分の部屋行くじゃなくて、車のままエレベーターがあって、それ専用の自分だけが開けれるエレベーターがあって、その車でエレベーター乗ってピッて開けたらそのまんま上の階まで上がって、ウィーンって開いたらもう部屋なんですよ。ふわー、贅沢、贅沢、普通そんなことなってんすよ梅田。5分待たなかよ大体は。マンションの、ね、マンションの、ね、でかい車はもうボタンを押してウィーってこう上から車がシューって降りてきて、そうやもんな、吉田も車持ってるから、何色の車やピンク、ピンクの車は、あれ駐車場入れる、入れるわ、どんな差別やねん、許されるの、あれは許されるよ、ピンクやけど、そうや、いいの、車は恥ずいよ、ピンクでブワーって出ていくの、5分待ってるってことやんな、そうや、でウィーンって開いたら
ピンク。そうそう、ピンクや。あ、駐車場 OK なんや。いや OK やろ。なんで色であかんとか。そあ、そうなの。ピンク、あ、ダメですねとか聞いたことないよ。梅田の発展がすごいという話題でございました。すごいですね。はい、こちらでございます。はい、じゃあちょっとこれみんな知らんのちゃう。何がありますか。いや、これ多分知らんと思いますけどね、はい、僕がちょっと気になるニュースはこちらです。新庄監督甲子園ということで、いや知らんかったっしょねえ、なんか付き合うのも恥ずかしなってきた。いやいやいや、そのテンションに付き合うのも恥ずかしい。僕が一番恥ずかしいから。いや、まさに今これに逃げ場のない状況ですよ。本当にもうね、これあの昨日ですよね、はい、極秘の新庄劇場ということで、就任3年目の甲子園初勝利を飾った日本ハム新庄剛志監督が試合前のメンバー表交換で古巣阪神の縦縞姿でサプライズ登場という、うん、はい、もうこれも言ったな。うん、プロ入り時の背番号63に、あ、もうこれも言ったわ、はいはい、背中には漢字で新庄監督と入れたド派手な特注ユニフォームは1ヶ月前に発注してたんですよね。そう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 、はい、だから昔の阪神時代のユニフォーム着たんじゃなくて、この日のために作ったんですよ、ね。うん、だから上司もちゃんと入ってましたからね。上司のロゴも入ってるね、うん、はい、だから指揮官だけが温め続けた完全極秘のプロジェクトだったという。誰も知らんかった。だからベンチ出ていく時、あのコーチの驚いた顔映ってましたもんね。そう、うん、今日どうすんねやろ。いや、いやでも今日も5でね、やってほしい、やってほしい、ね、やってほしい、見たい気持ちも山々やし、ね、うん、でもそれでほんまに退場ってなると、はい、チームにも迷惑かかるし、うん、なんかでも1試合ぐらいね、いいかもしれませんよね。なんかね、目つぶって ね、 ね、でもこの新庄さんのコメントもなんか NPB の方から、はい、柔道で有効技あり、あと1回やったら退場で警告が来てと笑いながら振り返ったという、うんうんうん、ちょっとこう、あの余裕というか、まあまあまあ、うん、でも勝ちましたもんね昨日。そうやな、うん、そうやね、うん、でまあ試合が始まったらもちろん、うん、もう本当選手たちの活躍に任せて、そこはもう関係なく、うん、はい、はい、ね、ユニフォームをね着替えてましたよね。もちろんそのまま、そのままはちょっとそのままはおもろい、それは全員がやりすぎてちょっと、いやそれはもういやアホすぎるでしょうね。はい、ちょっと新庄さん、それはちょっと勘弁してくださいってなると思いますけど、ね、三塁側に一人おるでっていうのは、ね、見てみたかったですけど。いやでもこういう見せ方っていうのも久しぶりですもんね、なんかね。いや、ほんまそうです。スポーツ見てて ね、こういうなんかあってもいいかもしれないですもんね、はい、野球が興味ない方もちょっと注目するというか、うん、あ、そんな面白いこと今起きてるんだっていうので、うん、今日どっちで来んねやろうっていうので、ちょっと今日の、ね、だから5時45分ぐらい、はい、うん、大注目ですね。大注目、はい、うんうん、ね、ねえ、うわ、どっちで来てもおもろいからな、それがいいよな。そうですね、あ、そうやね。どっちで来ても面白いやん、うん、ほんまにユニフォーム着てきても面白いし、うん、来てへんのかみたいな。そうですね。どっちでも正解やからな、うん、すごいな新庄さん、すごい、素晴らしい、はい、注目させていただきます、ありがとうございます、はい、ということで以上ちょっと気になるあのニュースでした。毎日僕は僕なりに頑張ってきたのに、毎日一つも体もまだ愛せるだろうか。いつもあちらこちらで愛の共有、仕方めしはいらないの、怒るリアリスト。話しろ無月曜、はみ出す火曜、熱出す水曜、固まる目標、後の金土日中までもないほどに、あなただけ消えないで旅させるまで抱き合ってクレイジー。この日々を踊り切るにはただ一人じゃ無理、長いのに逃げるだけ、逃げ出して俺に捨てるだけ、捨てようぜ愛し光るだけ、全てならばこの世界はまりに怖いのに。
やっと手を見る穴や記憶よりもくすんだ様子ちょっとばかしおかしいと笑うセラピスト意味がないくだらないそれはもうださない無駄で仕方ないクタ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 わかつやなくさボケなすこれが僕の毎日5月27日月曜日配信リリース米津玄師毎日でした。競争京都サンガ FC ホームゲーム6月1日土曜日は村田製作所スペシャルデーサンガスタジアム by 京セラでセレッソ大阪と対戦午後7時キックオフ当日はタレント森脇健児さんも来場しトークショーなどイベントも盛りだくさん詳しくはサンガ公式ホームページをご覧ください。バイシル着なくなった着物がいくらになるのか知りたいでもお店に持って行って価値がつかなかったらどうしよう。そこで、ちびまる子ちゃんのテレビ CM でおなじみの着物出張買取バイセル。お電話一本でご自宅にお伺いし、着物を査定します。査定金額にご納得いただけない場合、その場でお断りいただいても構いません。出張料、査定料、キャンセル料など一切かかりません。お問い合わせは0120-544-331-544-331出張買取のバイセル。さあ、それではメッセージを紹介していきましょう。はい、まずはこちらですね、はい、ラジオネームももにいさんからいただきました、はい、スマイルさん、沢竹アナ、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。昨日の甲子園での新庄監督の阪神タイガースのユニフォームを着てのパフォーマンス良かったですね、うん、球場も大盛り上がりで、さすがは新庄監督、うん、エンターテイナーですね。プロ野球は勝負の場合ですが、お客さんあっての興行でもあります、うん、お客さんファーストの新庄監督の気持ちはよくわかります、うん、それをNPB の方たちが退場のお達しを出したとは、あまりにも尺子定規な対応だと思います、うん。試合中に阪神のユニフォームで采配するのなら問題だとは思いますが、うん、試合前でお客さんが喜ぶならそれでいいと思います、うん。新庄監督が育った甲子園、みんなが待ち焦がれた新庄監督の甲子園登場、うん、いい演出だったと思います。うん、だから大半はこっちの意見ですよ。いや、絶対そうですよね。そうですよね。でもこれ、NPB の方たちも、はい、正直言うと、うん、心の中では絶対思ってると思うんですよ。ただ、うん、NPB の人たちがこれで、うんはい、オッケーオッケーいいですよって言うてしまうと面白くないじゃないですか。そうですね。うんうん、もちろん立場としてもあるから、うんはいうん、ダメだよっていう中のドキドキしてるこの新庄監督の演出が生きてるっていうのもあるから。この形上と言いますかね。そうですね。だから、ほんまにあかんかったら、もう昨日の時点で退場させるかもしれないし。あ、そうですね。そうそう、うん。またやりよった、あいつ、うん、って言いながらも盛り上がってるし、まあ、ええかって、うん、そら心の中では、思ってるかもしれない。ほんまに退場になっても面白いと思うん。そう、面白い。あれでも、采配する人誰もおらんやん、ね。ちょっと新庄さんどうするんですか言って、ね、まあ、結果勝つやん。勝っても面白いし。面白いですね。はい。ね、あの、ワーイとか言いながら帰ってた。そうやね。はい。うん。だから、ちょうどいい。と思います。これをなんか何でもいいですよ、何でもやってって言いすぎてもね。あ、そうですね。うん。せやわ。ちょっとやからおもろいんですよね。そう。うん。だから、ダメよ、ダメよって言われてる中、うん、やるっていうこのワクワクドキドキを狙ってるから、ちょうどいいエンターテインメントになってるやろうから、うんはい、NPB の人たちも心の中では、いやいやと思ってると思うんですけどね。うん。うんうん、そうですよね。
はい、はい、まあ、ブチ切れててもおもろいけど、どっちにしても変わってきたら、NPB の人たちもグラウンドに飛び出してきて、新庄監督を引きずり倒してベンチ戻してたらめちゃくちゃ笑ってまうけど、ネクタイ組がいっぱい出てきてね、球審は笑ってましたからね、球審は OK なんですよ、まあいろんな感情が入り混じってのエンターテイナーですからね、こういう形がちょっと、ね、今注目されてますから、うん、今日も注目したいと思います、はいはい、あとこちら、あの今週の火曜日に祇園花月に見に来てくださった方です、ね、はい、ラジオネーム宇治の夜メガネさんです、はい、お三人様こんにち は、こんにちは、ゴールデンウィークに続き今週火曜日に大雨の中祇園花月に行ってきました。大雨の日だ、そうなんです、はい、お顔の表情もよく見えてとても面白かったです、うん、はい、その中でお二人のどっちがアホかを競うネタがありましたよね。あ、漫才であるんですよ。あ、スマイルのね、はい、うん、吉坂さんから瀬戸さんが車でお医者さんに行ったのに車忘れて帰ったやろうって言われた時、うん、瀬戸さんがすごく恥ずかしそうにされてましたが、うん、あれは実話なのですか、うん、一緒に行った夫はそんなやつおらへんやろとネタやというのですが、私は瀬戸さんの隠れた素顔だと思いました、うん、いかがでしょうか、これは、実話です。ひどいでしょ、本当に、はい、ほんますごいっしょ瀬戸さん、あることないことをね、いやいやいや、舞台上で言われるもんや、ほんまやさ、どうも、じゃマジなんですよ、恥ずかしい話をね、車で行って電車で帰ったんですよ、ほんまに面白いと思ってんのかね、うん、いやちゃうね、ちゃうね、ないことをね、ちゃうね、マジやから怖いね、話のこと怖いのよ、ほんまにびっくりするでしょ、いやいやびっくりするでしょ、いやいやいや、伊勢とくんだって怖い、吉坂くん怖い、いや怖いじゃないです伊勢とくんだってあのキャビアを一回なんか、おうおう、クジラの卵やろって、じゃもうさ、サメや、クジラは哺乳類やから、ね、卵産まんね、はいはい、めちゃくちゃアホなんですよ、ほんまに、もうどんどんメッキが剥がれてきましてね、ほんまにもうしっかりしてるキャラで言ってんのやめてくれ、いやいやキャラ言ってるやん、もうバレてるからもうやめてくださいよ、来ていただいたんですね、ありがとうございます、はい、ま, すまたお越しください。はい、大雨の中の日ですから、ね、そうなんです、来ていただきました、ありがとうございます、はい、さあもう一つ行きましょうか、こちらラジオネームにょぴやまさんからいただきました、はい、瀬戸さん、吉高さん、沢竹さん、こんにちは、こんにちは、単なる普通歌です、私はラジコプレミアムで全国のラジオ聞きをしている千葉県の一リスナーです。千葉県から、ね、はいはい、ありがとうございます。4月からこの番組を聞かせていただいていますが、うん、全国の春の番組改編の中で、うん、一番聞きやすくていいラジオ番組の印象を持っています。嬉しい。嬉しい。失礼な話、正直それまで私はスマイルさんを存じ上げませんでしたが、うん、とても優しい話口調ながら、お互いにディスりつつ、称え合っているコンビ仲が素敵で、私はすっかりファンになりました、はい、また沢竹アナとの絡みも絶妙で、うん、近所の優しいお兄ちゃんと近所の頑固そうだけど愛情深いおじさんとの仲良しトークに好感が持ってます。頑固そうと思われてる、頑固そうですか、いやでも意外に沢竹アナあの、はい、持ってますから自分を自分曲げないものを持ってますから、うん、近所の頑固親父と思われてますね、はい、だけど愛情深いおじさんとの仲良しトークに好感が持てます、はい、平日の午前に男だけの番組ってむさ苦しそうだなと思っていましたが、はい、今ではとても聞きやすい楽しみな番組になりました、うん、はい、私は千葉県からコーナーにメールを送るぐらいしかできませんが、これからも仲間に入れてもらえると嬉しいなと思っています、うん、これからも頑張ってください、応援しています、はい、これは嬉しい意見です、嬉しい、ありがたいですよ、うん、一番聞きやすくていいラジオって言ってくれた、僕のこの声ですか、大丈夫ですか、本当にもしかしたら、うん、僕じゃなくて瀬戸くんと沢竹アナが聞きやすいんかなでもね、僕前回言うたじゃないですか、親も聞いてるっていう、はいはいはい、吉高と沢竹さんの声がたまにどっちかわからんくなるって言ってました、うん、僕も似てるとこあるなと思ったりするんですよ。あ、そうですか、はい、声もそうですし、感覚もそうですし、口調なんかも似てるなって思うときあるんで。え、うん、いやいや。なんで。いやいや。いや、もう感覚は一緒ですからね。いや、確かに確かに。
そうか、似てる部分もあるんかもしれない。あるんだと思います。はい。はぁ、だから、両方ともほら、やる気なさそうな感じの声の出し方するじゃないですか。ちょっと、だから巻き込まれてくださいよ。おい、よしたかよ。お前やる気ないんか。やる気あるな。4月からスマイルでラジオのレギュラー増えたな、頑張ろうって言うて、うんうん、KBS に毎週来させていただいてて、うんうん、まあ、まさかやる気ないんか。いや、まず、沢竹怒れ。いやいやいや。いや、お前もやる気ないんかいやから、ね。いや、やる気ないたいでやる気ない。発し方がやる気なさそうに聞こえるっていう。聞こえる。だから、ほら、ララっていうことはね。やる気なさそうに聞こえるじゃないですか。だから、この僕の真似も腹立つんですよ、沢竹アナが。おう、あう。めっちゃバカにしてるよな。めっちゃバカにしてる。これね、僕らもね、いろんな芸人が、吉高の話、口調、モノマネしますけど、沢竹さんが一番誇張してる。一番バカにしてる。いや、僕芸人さんバカにするわけないじゃないですか。いやいやいや。リスペクトしかないっすよ。吉高の喋り方どんなんでしたっけ？もう前歯出してもう顔も変形させるやん。そうなんよ、見えてもないのに一番誇張してるやん、うん、悔しいわ悔しいな、じゃ悔しいわ、ほんま、まあこれがいいって言っていただいてますので、はい、ね、本当に嬉しいです。千葉県から、ずっと聞いてきてください、よろしくお願いいたします、はいはい、ということで今日の、メッセージテーマは逃げられないみたいな、逃げられない状況みたいなことでございますので、はい、どしどし送ってください、はい、メッセージお願いします。はんなり京都 KBS 京都ラジオ、KBS 京都ニュースです。ニューススタジオの愛のアナウンサーお願いします。はい、お伝えします。共同通信によりますと、韓国軍の合同参謀本部は、北朝鮮が今日午前6時過ぎ、首都平壌のスナン付近から日本海上へ短距離弾道ミサイルと推定される十数発を発射したと明らかにしました。ミサイルはおよそ350キロ飛行した後、落下したとしています。防衛省は北朝鮮の弾道ミサイルはいずれも朝鮮半島東岸付近の日本の EEZ 排他的経済水域の外に落下したと推定していると発表しました。発射された複数のミサイルのうち少なくとも1発は最高高度がおよそ100キロ程度でおよそ350キロ以上飛んだとしています。また、日本政府関係者は、今回の発射による被害情報は確認されていないと明らかにしました。岸田総理大臣は、北朝鮮が弾道ミサイルを発射したと断定した上で、国連安全保障理事会決議に違反するものだ、すでに抗議したと官邸で記者団に述べました。代わって、2025年大阪・関西万博に参加するアルゼンチンが撤退する方向で検討していることが関係者の話で分かりました。アルゼンチンはパビリオンを参加国が自前で整備するタイプ A を予定していましたが、予算面で問題が出たとみられます。万博への参加を取りやめることになれば、メキシコ、エストニア、ロシアに続き、アルゼンチンで4カ国目です。関係者によりますと、日本国際博覧会協会は、パビリオンの建設を代行して、3カ国が内装と外装を担当するタイプ X に移行するよう促していたということです。タイプ A のパビリオンは当初、60カ国が建設を予定していましたが、資材価格の高騰や人手不足で建設事業者の確保が難航し、今月23日の時点で53カ国となっていました。このうち14カ国は業者が決まっていないということです。今日の東京株式市場は、前日のニューヨーク市場で主要な株価指数が揃って下落した流れを受けて、日経平均株価は大幅続落し、下げ幅は一時900円を超えました。日経平均は節目の3万8000円を割り込み、午前10時現在は前日の終値に比べ883円73銭安の3万7673円14銭となっています。
午前の東京市場ではアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会による早期の利下げ開始への期待感が後退していることも相場を押し下げました。また幅広い銘柄が売られ、ほぼ全面安となる場面もありました。おしまいに、共同通信によりますと、大リーグドジャースの大谷は29日、メッツ戦に2番指名打者で出場し、10試合ぶりのホームランとなる14号ツーランを放ちました。大谷は7対3の8回にツーランをレフトスタンドに運び、5回にはタイムリーを放って5打数2安打3打点でした。ドジャースは10対3で快勝しました。パドレスのダルビッシュはマーリンズ戦に先発し、3回を投げて6安打3失点で3敗目を喫しました。試合はパドレスが1対9で敗れました。以上、この時間のニュースは愛野がお伝えしました。天気予報です。現在兵庫県淡路島に波浪注意報が出ています。今日の近畿地方は午前中は高気圧に覆われますが、午後は南からの湿った空気の影響を受けるでしょう。京都府滋賀県全般に午前中は晴れますが、午後は南部から次第に雲に覆われ、夜遅くには南部を中心に雨が降る見込みです。また昼前までは京都府南部の内陸部では濃い霧の発生するところがあるため、車の運転などは注意してください。明日の近畿地方は湿った空気や気圧の谷の影響を受けるでしょう。京都府と滋賀県は南部は明け方までは雨で、北部も明け方は一時的に雨となりそうです。その後も日中は全般に雲が広がりやすいでしょう。今日日中の最高気温、京都29度、舞鶴30度、彦根27度の見込みです。昨日より京都は4度、彦根は6度、舞鶴では9度も高く、6月下旬から7月中旬並みの暑さでしょう。以上、天気予報でした。KBS 京都交通情報です。この時間は京都の情報をお伝えします。日本道路交通情報センター京都の大橋咲さんです。お願いします。はい、お伝えします。高速道路などの状況です。名神高速は西宮方面からの上り線が京都南インター付近で2キロ半の渋滞、その先集中工事のため車線が規制されていて、後藤三山スマートインター付近で4キロ、彦根インターで6キロ、一宮インターを先頭に12キロの渋滞です。第二京阪道路は門真方面に向かう下り線の枚方東インター付近で大型トラック同士の事故のため一番左側の車線が規制されています。ご注意ください。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は11時35分頃にお伝えします。さあ、それではメッセージを紹介していきましょう、はい、ラジオネーム醤油バター君さんからいただきました、はい、スマイルの二人、沢竹さん、こんにちは。こんにちは。思わず逃げたくなったことは、5年前ぐらいに友人と一緒に難波に遊びに行った時に、トルコアイス屋さんを見つけました、うん、その当時はあまり買っている人があまりいなかったのもあって、うん、買っている人がいると見られることがありました、うん、その見られている人になったのです、うん、皆さんご存知だと思いますが、はい、トルコアイス屋さんは普通にアイスを渡してくれないですよね。何度もパフォーマンスをされ、うん、店員さんには面白がってしつこいぐらいされ、通り過ぎる人は足を止めてその様子を見て笑っていて、うん、思わずその場から逃げたいとなりました、うん、今となっては楽しかったのでいい思い出になりました。はい、だからごめんね。そうだから同じ状況なんですよ。本当にもう前一緒に埋設してるじゃないですか。盛り上げてるのに、トルコアイス、まあ、それが面白いというエンターテイナーですもんね、はいはい、渡そうとしたらひっくり返って、うん、そう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 、全然持たせてくれないみたいな。5、6回ぐらい、あれ結構長めよね。あれそれで確かに2個ぐらい多いよ、ね、うん、そうなんよ。でもいいよ、面白いよ、うん、面白いけど僕もたまにやってると思って見てしまうけど、うん、ほんまにまだまだ行くっていうぐらい全然持たせてくれへんやって、持たせてくれへんやんか、うんうんうん、で見てしまうよね。そうそうそう、うん、美味しいんやけどね。なんかあれされてる人ちょっと50円割引ぐらいしてほしいけどね。ほんまやわ、一緒に盛り上げてるから。ほんまに確かにな。あれありきやもんな。だから、うん、あそこでイエーイってこっちが言うてしまうと、うん、
あの見てる側も冷めるから、そう受け取ろうとして、うん、受け取られへん感じで、うんうん、ちょっとみたいな、そうそう、リアクションしてるぐらいがちょうどいいもんな、ちょうどいいっすね、うん、だからあの塩梅って難しいよな、そうなんよ、だからあっこでだから吉田が言ったら、うん、あ上やってやみたいな言われるってなるんですよ、もし僕がその状況になったら、で取ろうとして取れなくなって、うん、うん、イエーって言ったら、うんうん、おもんなおもんな、そう違う、もうそこやらんでいいんですよそんなんちゃうねん、取られへんでいいねんって空気のあるからな、ダメ出しされるみたいな、これは非常にわかりますね、うん、はい、面白いですけどもね、はい、はい、ということで間もなく11時です、はい、スマイルのマーブル木曜日 AM1143 FM949 KBS 京都から放送中、うちのあれこれ聞いてーな、このコーナーは皆さんの家庭内でのごたごたや夫婦のいざこざをお聞きして僕たちが円満に導く方法をご提案します、はい、妻にあんなことで怒られた、夫のこんなことにイライラするなど、これどう思いますといったお宅のあれこれを聞かせてください、はいはい、ではまずは吉高さんの今週の1週間、はいはい、怒られたことを、怒られたこと、はい、まあ、僕は TikTok 実はやってまして、でその TikTok で、うん、まあ、あのパッパラパーな動画を上げたりしてるんですよ、はい、パッパラパーっていうギャグがあるんですよ、ね、ギャグがあるんですよ、うんうん、あの俺はパッパラパパ、俺はパッパラパパ、ラジオやけどずっと黙るとかね、まあ、そういうもうパッパラパーなことを言うっていう、うんうんうん、はい、そういうことをいっぱい上げたりしてるんですけど、その中であのボケで、あの水中の中でスープ飲むっていうのを撮りたかったんです。水中の中でスープ飲む、はい、まあ、パッパラパーやな、これは、まあ、お風呂場に、うん、あのお湯をためて、うん、でこの器の中に卵スープを入れ、はあ、でそれに、サランラップを巻いて蓋をして、うん、でお風呂の中にザバーンって入って片手でこう、うん、携帯で動画を撮りながらスープを飲もうとしたら飲めないみたいな、それを撮りたかったんですよ、はい、で奥さんがまあ買い物してる時に、あのちょっと黙ってお湯ためて、うん、でこうスープを持ってジャバー入って、うん、でいいの撮れたんですよ、うんうん、いい感じでブワーって撮れ、はいはい、うわーって撮れた、うん、思ってジャバーンって上がったら奥さんが、うんうん、あんた何してんの、そらな、そらな、一般家庭ではありえないことが起きてるから、意味がわからないよね。意味わからないです、奥さんからしたら。芸人の奥さんとしても意味がわからないと思う。あの、旦那が家帰ったら、風呂の中で、水の中でスープ飲もうとするうちの旦那は、意味がわからんもん。器持って、うん、で、掃除するん私やでと。はい、あ、いつもあのお風呂掃除、あの、まあまあまあ、奥様がやってくれてる、スープやから流したらしまいやと思うんですよ、はい、まあまあでも、はい、それでも匂いとかもねつきますし、嫌 やわな、そら嫌 やわな、あ、ごめん、あのごめんごめんそらそうやわな、ほんでこれちなみに黙ってやったけど、うん、その前もって言うたら許してくれた、うん、っていう、うん、あかんどっちにしてもどう転んでも怒られたという、これもまあ言うたら逃げ場のない状況ですよね、はいはい、一緒やな、新庄監督とも一緒やな、もう言うてたら絶対あかんって言われるから、はい、もう結婚しないとあかんの、結婚するのもその場黙って結婚しないと、はい、それができる状況じゃなかったと、はいはい、新庄監督は許されました、許された、はい、吉高は許されない、吉高家はあかん、はい、今度市民プールかなんかでやってみてください、余計あかんわ、余計あかんわ、ほんまに迷惑かかる、ほんまに怒られますか、ね、はい、はい、という怒られた、はい、話でございます、はい、じゃあ早速読ませていただきます、はい、ラジオネーム藤尾さんです、はい、家のあれこれです。トイレの蓋を閉めろ閉めろとうるさい妻ですが、僕がだいたい閉め忘れてよく怒られます、うん、ですがたまにちゃんと閉めた時に蓋が閉まってると思わず蓋の上に座ってしまった妻に、蓋の上に座ってしまってんかと軽く切れられてしまい、そんな、なんだか理不尽な思いをしました。それはな、いいぞ。どう思いますか。はい。でもね、すごくわかります。どっちの意見が。旦那さんの、はい。もうだから、まあ、で結局、うん、これ言うとくんですよ。うん、あの、ちゃんとあの、蓋閉めたよって。そこまできっちり。言わなか。言わな、ダメです。
いや本当です本当ですよ。言わんでいいやん、それこれは別で見て確認入った瞬間に分かることやし。いやでもやっぱ奥様はもういつもその旦那さんが蓋を閉め忘れてるから、うん、もう癖づいてんねや、癖づいてるんですよ。トイレ入ったらもう絶対に閉め忘れてる、あ、まあ、いつもの感覚で、うん、はい、座ってしまうのも分かるけど、うん、うん、そう だからこれは旦那さんが悪いです。旦那さんが悪いんや。旦那さんが悪いんや。はい、そうです。これはもう。閉めるからあかんねやと。そう。閉めんのまた怒られるの。閉めたら、うん、閉めたよって言わなかった。はい、そうそうそう。そんな報告いる、うん、いるんですよ、やっぱりこう。いや、はい、知らんがなって思うけどな、言われたも。いや、そらそうやろっていう。うん、いやいや、言わないとダメです、これ。これ絶対ダメです。はい、藤井よの、はい、そうなんだ。はい、藤尾さん、残念でございます。すいません。はい、藤尾さんが全部悪いみたいです。悪いと。すいません、本当に、はい。僕たちはそう思ってないんですけどね。はい。はい。じゃあ続きまして、ラジオネーム、ケイスケさんです。はい。スマイルさん、沢竹さん、おはようございます。おはようございます。私の悩みを聞いてください。はい。先週の土曜日、5歳次男の夫婦で参加した参観日のことですが、うん、僕の服装について、その服装で行くつもりと妻から軽く注意されてしまいました。うん、最近僕はオーバーサイズの服装が気に入っており、うん、昨日の瀬戸さんが X にアップしている、うん、吉岡さんが着ていた白い T シャツみたいなちょっと大きめなサイズが好きなんです。はいはいはい、はい。参観日は特に僕に必ずタイトなシルエットで来るように念を押されてしまいます。うん。今年50歳になってしまいましたが、うん、やはりオーバーサイズは避けるべきか迷っています。瀬戸さんや吉高さんは参観日はどんな服装で行かれていますか？ぜひ教えていただけないでしょうか。よろしくお願いしますということで。これだから僕も聞きたかった。僕はまだ参観日は経験してないですけど、はい、まだ2歳なので、はい、これから出てくると思うんですけど、はい、確かに服装ってどんな、気にせんでええやんってなったら気にせんでいいんですかね。ねえ、あ、いや、これは僕全部入学式とか卒業式は、うん、さあもちろん意識して選ぶけど、うん、ね、参観日って難しいよな。でも参観日もやっぱ結局 見られるので、うん、僕は一式上から下までこの服装でお願いしますっていう。あ、奥さんに、うん、だからそれはどっちか言ったらちょっとシックな、ちょっとシックな感じの、しっかりした感じ。そう、もうジャケット羽織るではないけど、それぐらいの、うん、ウーエーで行かないでって、あの色は使わないで、色は使わないで人弁の中村でおりなさいという感じの中村義孝として行きなさいと、中村義孝として、ウーエー義孝消しなさいと、消しなさいとはい。で、それで参観日行って、娘の友達に、うん、あ、上さ、上言っても、ごめんね、中村なんでごめんなさいね。はい。それは言うたれ、はい。子供が言うてくれへんねんから、それは上言うてあげる。いやいやいや、そこはやっぱりもう中村で行ってるので、ちゃんと抑えました。はい、残念があるじゃないですか。残念があります。それは子供のためやったれや。残酷ですが、そこはもうきっちり、ごめんね、もう中村よしたかないよ、今はね。めっちゃおもんないや、中村が。めっちゃおもんないよ。中村めっちゃおもんないよ。めっちゃおもんないや、中村に会いたないわ。そうそう。たまに、だから参観日で行って、なんかあの、お父さんがなんか当てられるみたいな流れになるとき、やっぱ、そんなもんあんねや。あって、その時やっぱみんな、僕の方見んねんけど、その周りからも気づかれてるんだ、ちょっと気づかれてるんやけど、あ、ごめんなさいね、中村なんで。おもんないな、中村。そう。でも僕より。で、うん、そんなシックな感じで言って、うん、そんな喋り方の感じってことやろ？そう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 。ただ変なやつや、ね。ユニークさのゼロの。ユニークがゼロの変なおっさんや。うん。だから怖がられてると思う。すごい怖がられてると思う。例えばさ、うん、運動会とかは参加したことある？あ、うん、参加したよ。あれもお父さんが出る競技とかある？うん。あんなん参加するタイプ？と、あれはなかったですね。ああ。もう、だからもう、見てるだけなんですけど。でも、いつかあるんじゃない？あるよ。お父さんのリレーとか、うんうん、かけっこみたいなんで、お父さんが出るみたいなの。うん、あ、なんて全然いける？いやー、でも中村なんでね、うん、多分。まあ、参加しても普通に走る。出ても無表情で走るだけやと思います。一生懸命。一生懸命。
走るだけやと思います。はい。で、汗かいて帰る。で、汗かいて帰ります。はい。おもんな、はい、中村。いや、でもあのね、ほんまに僕より面白いアメリカ人のお父さんおるから。その人に絶対語れねえ。同じクラスに。そうそうそう。そうなんそう。だから、大体先生がそのお父さんに振ってこう、あ、フェン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 みたいな。で、和ましてくれるみたいな。ああ、もうその空気感できてる。空気感できてたりとか、あるんで、はい。だってあの勝てないもん。そのお父さん面白いから。うん。吉高として挑んで勝てるわけないから。もうウーエーは捨てて。ウーエーは捨てて。中村として。中村として行かしていただいてます。はい。だから、ケイスケさんですね。はい。これは、はい、避けるべきです。避けるべき。はいはい。はい。オーバーサイズは捨ててください。おーおーはい。ということでございます。すいません。はい。すいません。何でもいいと思うんだけどな、三冠やったら。はい、そうか。こちら、ラジオネーム、花オクラさんです。はい。瀬戸さん、吉高さん、沢竹さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。毎週楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。相方への愚痴を発散させていただけるこのコーナー。うん。夫婦円満に一役買っていそうですね。はい。今日も一つ聞いていただけますか。はい。うちの主人、物をなくすのがとても得意で、ほう、探し物がとても下手なのです。わかります。うん、毎回毎回物をなくすたびに口うるさく整理整頓を促すのですが、うん、全く改善する気がありません。はい、私は毎日整理整頓を心がけ、うん、使ったものはすぐに元の位置へ片付けておくのですが、うん、そうして定位置にあるものを探すときも、全くトンチンカンの場所を探したり、わかります。チラッと見ただけで、ないないない、あ、言います。はい、わざと大きな声で騒いで、こちらが出してき、出してきてくれることを期待して、真剣に探す気があります。めっちゃわかる。そこはわかるなよ。そこはわかるなよ。困ったふりするんですよ。困ったふり。うん。あれあれないない女の奥さんが、どうしたんって来てくれるやん。でも最近では無視されてます、もう自分で見つかるまで探しなさいと、はい、いい加減放っておこうかとも思うのですが、探すのにあちこち散らかされ、帰って後が面倒になるので結局出してしまいます。わかる、めっちゃわかるこれ、もうそうなんよ。結局僕が片付けたりすると、いや元の位置ちゃうやんか言うて二度手間なって奥さんが元の位置に戻すんですよ。そうなる、めっちゃわかる。結局だから散らかる、全く同じことがある、全く同じこと、もだから余計散らかるから、ちょっともう座っといてと、はい、もうな何もせんといて、はい、もう大きな声も出さなくていいから、もう水だけ飲んどいてくださいと。もう家でも思んないやん。じゃあそうや、家でも面白くないよこれ本当に。涙出るって。だから4ヶ月見に来てくれた人がこれ聞いてくれてて、はい、大雨の中見に行って今思い出してくれてると思うんです、スマイルの漫才、最初のウーイエーっていうのもう笑われへんって。そうですね、本当に。いや、めっちゃわかります本当に。ほんで、そうですね、毎回物をなくす、そう、僕ね、ほんまに前言ったけど、靴なくなったって言ってたじゃないですか。靴なくなったって言ってたね。はい、それ見つかったんですよ。多分ね、1階の個室トイレがあって、僕そこで多分スーツのまま帰ってきたからそこで着替えて、そこの中に多分靴忘れてたと思うんですよ。個室トイレの中に。着替える場所がなかったんで、個室トイレでパッて着替えて、その時に、まあ靴は、スーツの靴を持って行ってるから、そうそうそう、こっちの靴で帰ってしまった。そうそうそう。で、それを多分係の人が見つけてくれて、うんうん、1階になんか忘れ物で貼り紙あるやんか。あれに貼り出されてて、で、奥さんと一緒に見て、奥さん気づいてなかったやん。靴なんか、忘れる人いてる、みたいな。そうの。で、心の中では、ほんまやねーって言って、奥さんを部屋に戻してからすぐ取りに行って。はい。あ、これ僕のですって書かれるとき。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。って家帰って、あ、劇場にあったわ。よかった、みたいな。そう。これはほんとごまかした、ね、ごまかして、はい、本当にわかりますね、すごく。
なんでそんななくすんやろな。なんででしょうね、本当にもう。貴重面なはずやのにな。そうなんよ。うん。だからあれもあるんですよ、なんか。うん、水をね、これ僕いつも注意してるんですけどね。うんうん、はい。舞台袖とかで。はいはい。まあ、劇場で、買う水やから、うん、種類が一緒なんですよ。ああ、はい、みんな買うだから誰が誰の水か分からなくなるんですよ。同じメーカーので僕も劇場で買った水、はい、吉高も劇場で買った水で僕は僕で、はい本番前にちょっと水を飲んでいくで僕は舞台袖で、はい、あ自分の分からんここっていうところにポンって置くじゃないですか。はい、同じ場所に必ず癖なんかじゃないけど置いてくるんですよ。うわ、そう。うわで、漫才終わって水飲もうと思ったら、え、俺のどっちってなるんですよ。はい。で、吉高も、え、僕のどっちっていう。いや、だから、そう。マジでずらしてくれよ、ね、場所って。後から置いた人考えないとね。そうなんですよ。これ、ずっと言ってんのに、未だに治れへんから。すごいっしょ。すごいっす、すごいっす。でも、瀬戸さんも諦めて、マルセって書いとかないとダメですよね、キャップに。いや、絶対そうされるから。こっちそれすんのめっちゃ悔しいですよ。悔しい。ああ、そっか。なんかもうこっちはこっちで置いてる、先に置いてんのに、なんでこっちが気使って、マルセで瀬戸っていう印つけなあかんねんってなるから。うん。マジでずらしてほしいのやれ。頼むわ、石川さん。すごいっしょ。はい。もうできちゃうんすよ、僕。すごいっしょ。別に褒められることじゃないから。ほんで、その量もね、うん、ちょうど同じぐらいから、全然わかんないです。気持ちぐらい同じ量なんですよ。そうそう、うん、そっか。でも飲み口の匂いで、なんとなくわかるから、うんうん。気持ち悪いね。うん、なんで匂わなあかんねん、一旦。ほんまやね。ほんまに。さあね。すいません、本当に。下には下がいるということで、うんうん、皆さん、旦那さん頑張りましょう。はい、というわけで、皆さんの家庭内でのごたごた夫婦のいざこざをお送りください。以上、うちのあれこれ聞いてーなーでした。Bye.
こちら吉高のリクエストでシャラン Q さんでずるい女でした。伝統と味にかけたのれん一筋百二回、百二回亀井有志の老舗お池せんべいの亀屋義長、京湯場の千丸屋、くず切りの祇園鍵前義房で昔変わらぬ今日の味わいをどうぞ。ラジオカーは西村愛です。この時間はラジオカーの時間です。マーブルラジオカーリポーターの西村愛さんを呼んでみましょう。西村さん、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は先ほどの三条大橋から少しだけ移動しまして、はい、中京区河原町三条ボックスビルの3階にあります、うん、フレームインボックスにやってきました、はい、こちらのビルはですね、以前老舗のボックスホールというライブハウスがあったビルなんですね、はい、うん、その他にも飲食店があったりいろんなお店がありますので、リスナーの皆さんの中にも訪れた方が多いんじゃないかなと思います。はい、私もよくねライブを見に通っていた場所なんですよ。でこのビルの中に今年1月誕生したのがこちらフレームインボックスという場所なんですね、はいはい、こちらの空間エレベーター降りてすぐ目の前にあるんですけども、あの白い長方形の空間で、うんうん、であのカウンターとか、うん、私今中央の丸テーブルに座ってるんですけど、はい、ここでどんなことが行われているんだろうとワクワクする、とてもおしゃれな空間になっています。詳しいお話を聞いていきましょう。フレームインボックス代表の林啓太さんです。林さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こちらは今年1月に誕生したばかりだそうですね。はい、そうです。で様々な用途に活用できる空間として、このフレームインボックスを立ち上げました。このさまざまな用途が気になるんですけど、やっぱり私のイメージでここのビルに来るとボックスホールがあった場所なので、あれライブハウスと思って来たら、あ、これはなんかライブもできそうやし他にもいろんなことができそうな場所やなと思ってるんですけど、どんな感じで使われてるんでしょうか。まあ、基本的に多目的ではあるんですけども、あのギャラリーのような使い方とか、うん、まあ、レンタルルームのような、うん、あのたくさんの人が集まって講演をしたり講義をしたりとか、まあ、そういうようなあの本当にいろんな目的で今使おうとしています。このフレームインボックスというこのスペースの名前はどんな思いでつけられたんですか。それはあの僕自身がその映像表現を専門にしていて、で映像って、まあ、絵画も写真もそうですけど、こう四角の中に入っているので、まあ、それフレームですね、枠という、まあ、日本語では枠だけど、まあ、それをですねなんか意識した場所、ちょっと難しいんですけど、そのなんかこの空間にいるとフレームの中に何か収まったり してしまう、でそういうそこから何か発信されるような場所としてちょっとあの意識して作りました。確かになんか今この目の前もこの大きな窓もフレームな感じしますね、うん、そうです、まあ、この最初入った時にこの窓が気になって、うん、なんかまるでその部屋の中を向こうからガラス越しで見たら映像のようだったみたいな、なんかそんなこともあって、あ、ピンときてここはフレームというコンセプトで、うん、フレームを形作る場所にしようというのが最初の目論みですね。そうなんですね、はい、その中であの
今はこの空間をどのように使っていらっしゃるのか、もっと詳しく聞いていきたいなと思うんですけども、どんなふうに使っているんでしょうか。まずカウンターがあるというようなことを今紹介していただいたんですけど、うん、これは何というか飲み屋のカウンターのような、ね、バーのカウンターのようなね。これほんまにそうですね。いらっしゃいってマスターが迎えてくれそうなカウンターですね。そうですね、うん、でマスターがいるとカウンターに座ってるお客さんってマスターと話しやすかったりしますでしょ、うん、なんかちょっと特別なこうコミュニケーションというか、まあ、言うたら喋りやすいみたいなことがあるので、うんうん、まあ、その関係を例えばレッスンに応用しよう、うん、中に先生がいて生徒さんがカウンターに座って、例えば今やったら韓国語のね、うん、語学のレッスンを現在進行形で進めてます。そうなんですか。なんかレッスンというとやはり学校の教室みたいなイメージがあって、一番奥のね前のところに先生がいて教卓があって黒板とかホワイトボードがあって、でその前にこう私たちがこう長机の椅子がこう並んでてっていうイメージで、でもこのカウンター越しこんなに先生と近い距離でレッスンが受けられたらすごくリラックスできそうですね。そうですね、やっぱり昔から学校の一番前に教卓があってってなると、やっぱ我々それもう慣れてるから、うん、後ろの方だと寝てしまったりね。そうそうそう、すいません先生、まあ、そんな感じで、だからやっぱ集中しやすいし、うん、まあ、何よりもやっぱりね言葉のトレーニングは一人一人発音しないといけないでしょ。だからはい、はい、左からこれ言って、はいこれ言ってこれ言ってってやるときに、まあ、そこの距離感がちょうどいいと言いますか。確かに口の形もよく見てもらえますもんね。そうですね、特に韓国は難しいみたいで、まあ、僕は全然できないんですけどです。めちゃくちゃ韓国語お上手そうに見えます。あ、そうですか。練習しないといけませんね、はい。そういった形でこのカウンターでの韓国語レッスンっていうのもされてるんですね。他にも何か今後開講する予定の講座ってあるんですか。はい、音楽として例えばウクレレ、ギターとかウクレレのような弦楽器、あと文学として俳句とか、そういうものを一応計画していて。そうなんですね。はい、それもまあ非常に少人数でやっぱりやるのが一番向いているという内容なので、うん、だからまあそういう音楽、文学、創作とかね、語学とか、まあ、そういうものをテーマにしてこのカウンタースペースで進めていきたいなと思ってます。こちらの場所だったらもう河原町三条というものすごく便利な場所なので、会社帰りとかね、学校帰りにより安くていいですね。そうですね、もう何よりまず立地がいい、うん、三条の真ん中であるということで立ち寄りやすい場所のはずなので何とか皆さんに参加いただきたいなと思ってます。このカウンターもフレームみたいになってますね。そうですね、映像のこうフレームを意識してるんですね。はい、ほんまや、この横と縦の比率が。そうですね、これはねちょっとまあビスタサイズというか、うんうんうん、ちょっと横長の映像のフレームの形を作ると、うん、その中に入ってる人が、うん、その中で映像で映ってみたいに見えるでしょ、うん、だからまあそういうその空間パフォーマンスとしてフレームを生かしたい、うん、へー、ということはパフォーマンスもされてたりするんですか。映画の上映とか。あ、してます、うん、で映画の上映の時はもうまさにこのフレームのところにスクリーンを貼ってもうスクリーンとして映画を見てもらいますし、パフォーマンスなどだったら中でその演舞をしたりとかパフォーマンスがあったり、うん、まあ、あるいは後ろで影をね、今度8月にやるんですけど、はい、影をこう、映して子どもたちによる影絵ワークショップみたいなことも8月にちょっと計画してます。夏休みのお楽しみですね。先ほどねちょっと中にも入らせていただいたんです。カウンターの中のそのスペースですね、うん、まさにステージのような感じがしてちょっと緊張感も味わいました。はい、やっぱりステージに立ったりとかなんかみんなから注目される場所に立つっていうその緊張感は、うん、なんかすごくこう引き締まるというかいろんな意味で、だからお話をする時もさあ
話そうかなとか、さあ音楽を始めようとか、なんかそういうあの緊張感がこう出るっていう場所、まあ、それもひょっとしたら映像もね映されてる時ってそうかもしれませんし、枠の問題っていうのはもう非常にあの広がりを持っているので、まあ、空間としてそれを体験して、そこからそうか世の中の枠っていうのはこういう枠だなみたいなことを考えてほしいと、これが最終的 なんかコンセプトですね。今後の予定を教えていただけますか。はい、今後いくつか予定ありますけども、6月29日にですね、京都芸術大学、これ北白川にありますが、その国営映画研究部という、まあ、言ったら映画のゼミですね、でそこの、上映会が開催されます。でこれはやっぱり京都芸術大学は映画学科という本格的な学科がありましてですね、監督の卵がたくさん勉強してるんですね。なので、まあ、その作品というのはかなり本格的な内容になっていますので、まあ、ぜひともちょっと足を運んでいただければと思います。世界に今後羽ばたくであろう監督たちの作品をもう今の時点でね、学生のうちに作った作品を見られるっていうのは、今後ね数年後自慢するきっかけになるかもしれないですね。そうですね、そこから有名な人ね出てくれるとちょっと嬉しいし、まあ、京都芸術大学は非常にあの役者さんも監督ももういろんな才能を生み出している場所ではあります。うん、そうですよね。そしてあの7月に音楽のコンサートがあるって聞いたんですけど。はい、4月6日土曜日にはインドのですね音楽を、2人組でされているユニットがありまして、サントゥールというその弦楽器とタブラという、 こう太鼓のようなもの、でその2つでここで実際にインドの音楽を体験する。その時はなんかいろんなインドのちょっとしたおやつじゃないけど、スナックとかインドのビールとか、まあ、そういうものもちょっとあのオプションで出してですね、でそういうのをあの飲みちょっと飲み食いしながらそれを聞いていただくというような、まあ、そういうコンサートです。楽しそうですね。こう食べながら飲みながらも楽しめるっていうのはこの空間ならではやなと思います。フレームインボックス、お問い合わせなんですが、ホームページのコンタクトのページからお問い合わせいただくことができます。そして電話では075-748-1581 075-748-1581 番でもお問い合わせできますが、どちらの方がいいですか。あの電話はあの常にいるわけではないので、あのメールの方が実はありがたいです。はい、でも電話いただいても必ず取るようにいたしますということです。詳しくはフレームインボックスホームページ SNS もされてますのでご覧ください。スタジオの瀬戸さん、吉高さん、沢竹さん、はい、こちらねもう本当にいろんなことに使える空間ですので、ね、スマイルさんのね、うんうん、お笑いのイベントもここで見たいなと思いました。そうですね、そういう使い方もできるなと思いながら、全員で何人ぐらい最大入れますか。まあ、頑張って40人ぐらい。かなりプレミア公演になりそうですね。いい公演ができそうですね。確かに素敵な場所。1時間とかあの1日貸しとかいろいろ携帯ありますけど、お値段おいくらぐらいなんですか。平日ね、平日1日だったら1万円ですね。週末はちょっと高くなっても1万5千円、まあ、この辺の三条周辺にしてはだいぶ安い設定だと思います。めちゃくちゃ安いと思いますね。1時間とかでも行けるんですか。大丈夫です、はい。1時間でいくらぐらいですか。1時間 もう1時間1500円1500円って書いてるパンフレット見たら、週末はね、2000円だったりするんですけど、でも結構ね、あのリーズナブル、だからこそ学生の皆さんも使いやすい場所なんだなと思いました。さっき聞いてた同窓会も OK ですよって言ってくださったので、あ、そういう使い方も ね、面白そうですね。いろんな使い方ができますね。ぜひ皆さんフレームインボックスホームページもぜひご覧いただきたいと思います。この時間は河原町三条のボックスビル3階にありますフレームインボックスからお届けしました。お話は代表の林啓太さんでした。林さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、ラジオカーリポートでした。今日の旬の味をそば料理とともにお届けするゴン太郎、一期一会の心配りで四季折々の美味しさをおもてなし。あなたのゴン太郎。オニキスならワンランク上の新車に乗れるって知ってる。新車が半額。オニキス、オニキスは参加設定論のパイオニア、国産メーカー全部から選べちゃう。
ずはオニキスで検索だな。しゃー石川さゆりコンサート2024、誰もが知る大ヒット曲や情感あふれる名曲を抜群の歌唱力で熱唱します。公演は6月7日金曜日、ロームシアター京都メインホールで開催。開演はお昼1時30分と夕方5時30分の2回公演です。お問い合わせは KBS 京都事業部、電話 075-431-8300 まで。KBS 京都交通情報です。この時間は京都の情報をお伝えします。日本道路交通情報センター京都の竹中智香さんです。お願いします。はい、お伝えします。高速道路などの状況です。名神高速は集中工事のため名古屋方面へ向かう上り線の彦根インター付近を先頭に14キロ、一宮インター付近を先頭に12キロの渋滞。第二県阪道路は門真方面へ向かう下り線の平方東インター付近で事故のため一番左側の車線が規制されています。一般道路の不動宇治淀線は淀方面へ向かう西行きは久美山町佐山で800メートルの渋滞です。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は1時前にお伝えします。AM1143 FM949 KBS 京都ラジオ。ハピネスクラブラジオショッピングのお時間です。ハピネスクラブ担当の大和田さん、お願いします。はい、瀬戸さん、吉田さん、佐藤さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日は結構お昼暑くなりそうですね。ですね、もうね。まあ、去年の夏が過去2000年で一番暑かったっていうね、うん、はい、ニュースもありました。はい、今年はそれ以上に暑くなるかもとも言われていますので、うん、ぜひ今年はですね、早めに皆さん熱中症対策できるグッズってのを必ず一つは早めにご準備いただきたいんですね。絶対必要です。欲しいです。そうなんです。そこで今日は例年よりかなり早いスピードで売れています。はい、着るだけでひんやり涼しくなるクールコア T シャツ、うん、こちらをお持ちいたしました。はい、このひんやりする T シャツ、うん、寝たくなってくれます。手元にもね T シャツがあるんですけどもね、はいはいはい、これすごいですね、はい、マジで手で触るだけでめちゃくちゃひんやり気持ちいいでこれ、うん、ね。僕あの去年ね使わせてもらったんですけれども、いやそうなんです、あのご飯食べた後にね夜のウォーキングとかに着ていったんですけど、はい、ひんやり涼しくってね、こう快適にね、うん、歩けるんですよ、過ごせるんですよ、うんうん、なんかこう熱帯夜にもねあの、うん、いいですし、はいはい、こうお昼のねこう汗がだらだら暑い日にもこれ着といたら本当助かるんですよね。うん、これお客様からも、うん、あの、はい、汗をかいてもひんやりして気持ちがいいですと、うん、夏の畑仕事に父親にプレゼントしたんですが、ヒヤッとするので喜んで来てくれていますと、いいと思います。そういうお仕事中の暑さ対策とかにも喜んでくれそうですね。そうなんです。ただあの汗をかいてもひんやりするっていうのはどういうことなんですか？はい、これですね、実は汗の水分に反応すると、うん、体感温度を下げてくれるという驚きの機能を持った T シャツなんです。なるほど、汗の水分に反応して、うん、温度を下げてくれるということですか？そうなんです。めちゃくちゃ画期的やん。ね、あ、だから汗をかけばかくほど、うん、どんどん涼しくなって気持ちいいんですよね。そうなんです。もうね、これからどんどん暑くなりますけど、もうむしろ本当暑くなればなるほど逆に涼しくなっていくという T シャツなんですよね。これが吸水、拡散、蒸発、3つの機能を1つの生地に集約した涼感テクノロジー、クールコア。
アメリカで特許を取得したこのクールコアのおかげで、汗をかいていないときは普通の T シャツなんですけど、うん、暑くて汗をかくとクーリング機能を発揮してくれる驚きの T シャツとなっているんです、うんうん、汗をかいていないときは普通の T シャツなんですよね。そう、エアコン効いた部屋の中ではもう普通の T シャツです。いつでもっていうわけじゃなくって、汗をかいたときだけ温度を下げてくれるっていうのがこれ嬉しいんですよね。もうこう自動で調整してくれるっていうのがこれいいんですよね。でこれですね、どれくらい冷たくなるかという、これ実験も行ってきました。はい、普通の T シャツを着て、40分外で走ってみたところ、はい、表面温度が 27.2 度になったんですが、このクールコア T シャツに着替えてもう一回走ってみたところ、なんと 15.2 度と12度も温度が違ったんです。全然違う。12度ですか、はい、ちょっとこの差は大きいですね。すごいね。全然違います。しかもこれだからデザインがほんまにシンプルやから、うんうんうん、どんな方でも着やすそうなんですよね。これもいいんですよ、うん、吉高さんだけが着れる色とかじゃないですから、ね、よくわからないピンクとかではないんで、やめてください。確かにちょっと色皆さん着ていただける、うん、ブラックとホワイト、シンプルなこう2色でご用意してますので、はい、アウターとしても、ね、着ていただきやすいになっています。しかもこれ脇の下もね、見ていただきたいんですよ、はい、メッシュ構造になって、はいはい、そういるかと思います、うん、これ通気性もいいので、こう脇汗対策もバッチリできるというわけなんですね。あ、確かにほんまよ。そう、さらにパワーストレッチ構造で体のラインに合わせて伸び縮みして楽に動けるってのもこれすごくいいんです。そう、だからこれストレッチがめっちゃ効いてるから、これも使い勝手が良さそうなんですよね。はい、だからお仕事中でもね、動きやすくていいんですよね。しっかりこう伸びてくれるので、これ動きやすいんですよね。さらにこの T シャツ、抗菌防臭までできます。これ世界最大級の総合化学品メーカーダウケミカルグループが開発した抗菌防臭成分シルバーディア930フレックスというのが生地に配合されているんです。はあ、抗菌防臭までできる T シャツ、すごい。今の時期ってね、電車とかバスの中で自分の汗の匂いとか、これ大丈夫かなってね、気になりますよね、はい、でもこれだったら心配なく着れるっていうことですよね。そうなんです、これ匂い対策ももうバッチリしてくれる T シャツというわけなんですね。でもう一個、紫外線カット率が98%。これ日焼け対策までできますので、はい、もうこれ毎日のお買い物とか、あとアウトドアシーンにもぜひ来てお使いください。欲しい機能がもう全部揃ってますね。全部入ってます。これほんまにうちの奥さんも特にそうですけど、紫外線からも守ってくれるなら、はい、女性の方もめちゃくちゃ喜ばれるでしょうし、お子さんにも、ね、いいですしね。ねえ、なんといってもお仕事されてる方にこそちょっと使っていただきたいですね。そうなんですよ、もう特に配送業の、ね、方ですとか、ね、体動かします、あと農作業、ね、されていらっしゃる方、うん、はい、あと介護の現場とかでもですね、ぜひこう T シャツインナー代わりとしてこう着ていただきまして、はい、こう暑い中でのお仕事少しでも楽になればと思います。まあ、今からがね、一番暑くなりますから、うん、早めに準備していただきたいですよね。毎年これ売り切れるの早いので、ぜひお急ぎご準備いただきたいと思います。なるほど。ただまあここまでいろんな性能がある T シャツとなりますと、うん、お値段の方はどうなるんでしょうか。はい、今日ご紹介の汗をかくと冷たくなる T シャツ、はい、クールコア T シャツは税込み7590円です。うん、これ1枚だけではなくて、はい、2枚セットでもなく、はい、3枚セットで7590円なんです。3枚セットで7590円、はい、めっちゃお買い得ですね。毎日使ってください。ね、サイズはどうですか。はい、これサイズはですね、はい、M、L、LL、3L サイズと、これ幅広く、ご準備させていただいてるんですけど、これ、毎年ですね、うん、大きいサイズの方からすぐ売り切れちゃいますので、今だったら、まだ全サイズありますので、うん、ぜひこれ、なくなる前にお急ぎご準備ください。うん、それでは、メタツアー代します。お申し込みお問い合わせは、0120-333-200、200番までお電話お待ちしております。またハピネスクラブのウェブサイトからのご注文はさらに300円お安くなります、うん、クーポンコード1143と入れてください、うん、
ご返品は商品到着後10日以内で未開封に返します。詳細の点はご了承ください。それではおさらいです。汗をかいたらクールダウンして、抗菌防臭紫外線対策、いろんな機能がついたクールコア T シャツは洗い替えして使える3枚セットで税込み7590円です。お申し込みお問い合わせは0120-333-200 番まで。大和田さん、ありがとうございました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ハピネスクラブラジオショッピングでした。マーブル木曜日 AM1243 FM946 スマイルのマーブル、スマイル瀬戸とウーゲイの釈迦と沢田龍之が KBS 京都からお送りしています。みんな聞いたてや聞いたてや。さあ、それではここでリクエスト曲をご紹介いたします。平方の風さんからいただきました。瀬戸さん、吉高さん、沢竹アナ、いつも爆笑で拝聴しています。はい、ありがとうございます。吉高さんは返事とツッコミが大変いいです。あ、本当ですか。らしいですね。ありがとうございます。返事も、はい、返事もです。あらま。ありがとうございます。ということで、はい、こちらの曲をお聴きください。ウルフルズの永年をリクエストいたしますということなので、お聴きください。ウルフルズで永年。気持ちよければええねん、それでええねん、それでええねん。
スマイルのマーブル木曜日、 KBS 京都からお送りしています。ではメッセージをご紹介していきましょう、はい、ラジオネーム青いスカーフさんからいただきました。はい、沢竹さん、スマイルさん、こんにちは。こんにちは。先ほどの千葉のリスナーさん、メールの方と本当同意見です。マーモク聞きやすいです。幸せな気分になります。家事と相性ぴったり、うん、ありがとうございます。さてトークテーマ逃げられないですが、おーおー、私は主人から逃げられないでしょうか。急に重いな。コロナ禍になってからは主人はずーっとテレワーク、主人は今55歳、きっと定年までずっとテレワークでしょう。うん、時々私はアルバイトに行き逃げ出しますが、帰宅するとやっぱり主人がいてるので逃げられません。逃げられないってやめてよ。お家なんですから。でもまあ働いてくれているおかげで電気水道など使えてるしなぁと思ったりもします。今日は主人のために毛布洗い、涼しいシーツに取り替えましたよ。喜んでくれるかしら、という。あら、まあ、かわいらしい。いいですね。これを言える関係性っていうのもあるんでしょうね。ね、そうよね。うん。これ、だから思われんのかな、いいおったら、こいつ家おるやんって思われんのかな。ああ、旦那さんで。って言うと、ちょっと喧嘩になった時は、うん、うわ、おるやんっていう思われる。まあ、そんな喧嘩になった時は、そら、気まずいし。あんたが行かないと私がどっか行くみたいな感じになっちゃう。うん、もうだから、もうごめんの連発。ごめん。どうしたら許してくれる、どうしたら許してくれる、そう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 。一回ショートケーキ買って帰ったら、うん、私今ダイエット中やのにって言われて、それも裏目に出た。裏目に出て、ごめん。で、自分で食べてみた。難しい選択です。難しい。難しいよな。難しい。いつからか思われんのかな、こいつ家おるやんとか。うわ、いやな、そう思われんようにね。なんか二人で、ね、一人でおるくらいの空間というか、いないとね。まあな。うん、そうでも仕方から、テレワークやからね。そういうの方も増えたでしょうから ね。家でね、はいはい、仕事をするっていう方も。うん、だゾッとされてる方が増えたって、それも聞きますもんね。うわ、いつもおりやんっていう声も聞きますもんね。はい。頑張ろう。はい。こちら、ラジオネーム、財布の中身13円さんです。はい。瀬戸さん、大江、吉高さん、沢竹さん、こんにちは。こんにちは。テーマ、逃げたかったこと、うん。これは親しい友人と九州へ旅行に行った時です。うん、砂風呂で有名な、イブスキーで、地名ですね、はいはい。砂風呂に入るのに、服を脱いで砂場に行き、係の方がスコップで砂を全身にかぶせてもらうのですが、あるね、ちょっと、あなたパンツ履いてください。ダメでしょう。と言われ、嘘や。僕は、嘘や。所定の履物を履いてくださいと書いてある説明掲示板も見ずに、履いてしまったんです。嘘やろ。周りの人の笑いや冷ややかな目が僕の脳裏に焼き付いて、もうそのまま逃げたかったことがありました。逃げてください。はい。今思い出した、逃げたかったことでした。キャンセル、キャンセル。いや、でも、もう逃げれないですもんね。だって、裸やから、ちょっとずつ砂を取っていったら、言うたらもう見えちゃうわけですから。だから、所定のパンツを履かずに、もうすっぽんぽんで行っちゃったんですよね。すっぽんぽんで行っちゃったから。はい、もうかける前に怒られてるんですよね。だからとんでもないミスです。はい、これはすごいミスしちゃいましたね。はい、だから犯罪なんですよね。基本的には、おそらく。多分それを、はい、まあ今回ももう事故としてね、そうですよね、事故で終わったかもしれないですけども、本当ならばそれは、ね、絶対やったらダメなことですもんね。多分ね、そっかそっか。僕も犯罪じゃないけど、ギリギリセーフやったやつがあって、昔ジムでプール泳いでる時に、裸なって、で、シャワー室行こうとしたら、そこが確かプールサイドの方やって、その時たまたまラニーノーズの須崎くんが働いてたんで、あ、吉岡さん、そっちじゃないっす、そっちじゃないっすって。わかる、ある。あれ、そっちプールです、みんないますよって。そうそう。ごめん、ごめん、言って。大きい水風呂思ったの。そう。いや、そうじゃないね。うわ、大きい水風呂あると思ったいや、じゃない。危ねえと思う。危ねえ。で、ギリギリ助かった。危ねえ。危ないよな、だって出た瞬間にみんなにね、すっぽんぽん見せるとこやったから。あと、その場所によってはですけど、うん、男トイレと女トイレの、青と、
赤で分けてくれてるじゃないですか。わかる、ね。おしゃれすぎるとこって、どっちもね、はいはい、色分けせんと、シルバーみたいな感じで、はい、そうそうそう。で、マークで、うんうん、女性はスカート履いてるんですけど、はい、なんか、もっと分かりやすく、そうですよ。もっとあれ、スカート履かしてくれへんかな。いや、分かる。いや、ほんまです、もっと大きめの、はいはい、スカート履かしてほしい。スタイリッシュスカート履いてますよね。やから、うん、パッと見で分からんくて、うん、パッと入りかける時があるんですよ。で、あ、違う、なんか空気がちゃうと思って、パッて見たら、あ、これちゃうわ、スカート履いてる女性やった、危ない危ないと思うんですけど、うん、あれ、マーク作る人もっと、と、そうやね、もっと台形に分かりやすい。台形、ね、はいはい。とか、うんうん、なんか、おしゃれすぎて色つけへんの分かるけど、そうなんや。もう、なんやったら、女って書いてくれていい。そうやね、男女でいいよね。お前は。男女って、はっきりもっと分からしてくれんと、うんうんうん、おしゃれすぎて、あ、このマーク、はい、そう。ちょんちょんのマークでシルバーにされると、うん、男性、うん、申し訳ないけど、故意的じゃなくて間違えてしまう、はいはい、時があるんですよ。ありますよね。うんうん、そういう時のマークって男性の、もっと肩幅出していいのに、ほんまにちょっとだけ肩幅出すんですよ。あれの誇張はいいですよね。いいです。うんはい、絶対誇張しないと。もっと誇張して、もっとわかりやすくしてくれていいですよね。はいはいうんうん、そうです。だから男よ、女よぐらいののれんつけてほしいぐらい。それ、もうわかりやすく、ね、青とピンクで。うんうんうん、じゃな、やったらもう確実にわかるから、はい。あれの判断難しい。ねえ、だから差し迫った時とか、考えられないですからね。考えられないです。おしゃれな施設ほど、わかりにくいですよ。そう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 。そこおしゃれとこだわらんでええねんって。ねえ。それわかる。おしゃれオフィスビルとかそういうの。これはね、これ恥ずかしい。こういう悩みもちょっとあるんですよね。ありがとうございます。逃げられないというテーマでございます。まだまだお待ちしております。はい、心も体もハッピーに若さ生活ラジオショッピング。今までにないお料理用の万能ブルーベリーソース。若さ生活のブルーベリーマジカルソースが誕生。ブルーベリーは低糖質、低カロリー、食物繊維が豊富な果実。創業以来、ブルーベリーと一緒に歩んできた若さ生活だからこそ厳選された国産ブルーベリーと北欧の野生種ビルベリー果汁をぎゅっと詰め込んだブルーベリーマジカルソースを作ることができました。ほのかな甘みと塩味が料理に魔法をかけてくれます。管理栄養士の上達さん、どんな料理に合いそうですか？はい、私のおすすめは生ハムにこのブルーベリーマジカルソースをそのまま乗せて食べたり、少しのオリーブオイルを混ぜてサーモンやエビなどにつけて食べるのもおすすめです。またスペアリブの下ごしらえとしてこのソースを揉み込んでおくとお肉が驚くほど柔らかく美味しく仕上がります。バジルやブラックペッパーなどとの相性もいいんですよ。そのままでもアレンジしても料理が映える、今までにないソースなんですね。このソースをプラスするだけでおしゃれな料理が簡単に作れますね。関西にお住まいの方はブルブルアイアイ京都市場店でもこのブルーベリーマジカルソースをご試食いただけます。若さ生活のブルーベリーマジカルソース、一瓶 100g2 個セットで税込み5,000円。ラジオを聞いた方は送料無料。さらに今だけブルーベリードライフルーツも一袋プレゼント。代金引き換えでのお届けとなります。ご注文は 0120-777-4740120-777-474、 自動音声で24時間受けたまります。 0120-777-474、 好評につきお届けに少しお時間をいただきます。ご注文お待ちしています。東山三条中華料理マルシン飯店がお送りする天気予報です。日本気象協会の田中真由美さんです。田中さん、こんにちは。田中さん、はい、あ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この時間雲は目立ちますが晴れているところがほとんどです。で、今日は昼過ぎまでだいたい晴れそうです。で、今日の日中の最高気温は27度から30度くらいの予想です。はい、舞鶴では昨日より9度も高くなって7月中旬並みの暑さになりそうです。日本海側ではこれまでも数日おきに暑い日が来ていますが、急な暑さで今日も体調崩されないようにお気をつけください、はい。お天気はこういったところです。ありがとうございました。日本気象協会の田中真由美さんでした。天津飯はマルシン飯店、10
熟成豚肉餃子マルシン飯店、いつでも美味しい、 Yes! マルシン飯店 Go! Go! 翌朝6時まで営業座、天津飯はマルシン飯店、熟成豚肉餃子マルシン飯店、いつでも美味しい、 Yes! マルシン飯店 Go! Go! 翌朝6時まで営業座。そう、先ほどのね、すっぽんぽんで入ってしまったで思い出したんですけどね、芸人でこの仕事もあるよね。なんか、銭湯とかお風呂行った時に、技術さん、カメラマンさんとか、今でこそなくなったんですけど、昔、女性の方とか持ってる。いらっしゃるもんね。あれってどう、でもあったの、お仕事やから仕方がないんですけど。スタッフさんは結構当たり前の対応されてますもんね。そうなんですよ。もう慣れてらっしゃるのか、こっちは芸人同士やから、なんかふざけ合って、なんか、お前ちっこいのとか言ったら、グイーンって寄ってアップにしてめっちゃ笑ってる女性のスタッフさんとか見たし、さまざまやね、仕事が。そうやね。まもなく12餃子一日200万個。餃子の王将が正午をお知らせします。スマイルのマーブル木曜日。AM 1143、FM 949。スマイル瀬戸と、ウーイェイ吉高と、沢田博之が KBS 京都からお送りしています。みんな、聞いたてや聞いたてや。沢田家の週末歩き。この時間はお出かけ大好き沢田家ガイドが週末に訪れたいスポットやイベントをご紹介します。はい、はい、今週は、はい、あの京都にね、伊勢神宮があるという噂を聞きつけて、はい、伊勢神宮ってあの三重県の伊勢市に、はい、伊勢市駅前に外宮がゴーンってあって、はい、でちょっとそこから2キロ3キロ離れた時に内宮がドーンってあってっていう伊勢神宮なんですけども、はい、あの京都の、地下鉄でいうと三条京阪の次の駅で降りて、はい、15分ぐらいで伊勢神宮があって、でその同じ敷地に外宮内宮があるという、だからもうすぐに済ませられるんですよね。伊勢に行くと、もう下空行って、そこからバス乗って、内空行ってで、めんどくさいじゃないですか。ね、1日かけて回って回りますよね。それがもう、ケヤゲ駅から徒歩15分。はい、で、下空内空同じ敷地にあります。はい、しかもそこには、本当の伊勢神宮にはない、天の岩戸までついておりまして、天の岩戸で、あの、天照大神さんが、弟の、こう、なんか暴れっぷりに腹が立って、こう、引きこもって、はい、もう日本が真っ暗になって、みんなが困って困って、どうしようか、いう時に、こうどんちゃん騒ぎして、何の騒ぎかしら言って出てきてくれたっていう岩なんですよね。そこまであるということで、はい、もう本当にね、便利なところにはいろんなことがありまして、地下鉄ケヤ元気に到着しまして、はい、出ましたらもう坂道なんですよ、うんうん、あの京都市街地と山科を山で結んでるその道路なんで、はい、もう山道、もう坂道になってるんですよ、はい、でその車道もね、はい、でそこを歩いていきますと出てきました入り口が、はい、左側にね石碑で何々寺って書いてあるんですよ、うん、で右側の日には、日向大神宮というふうに書いてありました、はい、その日向大神宮というのは京都の伊勢神宮なんですけども、うん、でそこに入っていくんですね、はい、だから車道を離れまして山の中に本格的に登っていくんですよ、はい、でなんでお寺と一緒なんかなっていうふうに思ったら、うんうん、まあ、すぐに分かったんですけども、まあ、その通路はまあ共同で使っているというか、うんうん、まあ、民家もあるんですけども、うん、すぐにお寺は到着するということ で、うん、でその先にまだ神社はあるということなんですけども、はい、でそこでねまだ3つに道が分かれるんです、はい、つ、はい、で左側が階段、はい、でこれは神社につながってるのは見えた、はい、お寺につながってるのは見えたんですよ、はい、で真ん中も階段でこれが分かんないんですよ、うん、で右が普通の山道、舗装はされてるんですけども、うん、細い道でね、うん、これどっちに行けばいいんやろっつ、うん、まあ、左はお寺っていうのは見えたんですよ、うん、で真ん中と右どっちやろうなと思いながら、うん、もうでも入り口過ぎてるからもう階段状にしてんちゃうかとも思ったんですけども、うん、なんか直感でねなんか右でええんちゃうかって思った、右行ったんですよ。で、右行って、で、しばらくその真ん中の道も一緒に並走してるんですよ、ね。はい、はいはいはい。で、途中で階段がギュンって上がっていって、はい、階段終わったんですよ。うん、あたりやあたりやと思って、うん、あれ、階段でくれんと、神社右行って、うんうん、まずそう思ったんですね。はい。危なかったですよ。そうか、そうか、そう。間違えてたらそれ降りてきてまた上がらなあかんから。あ、そうか。おいおいっていうところなんですよ、はいはい。はい。で、上がっていったんですけども、これ、その後ね、音沙汰がないんですよ。最初のあの石碑で、うん、
外大神宮って書いてあったんですけど、はい、この先ですよっていうのがどこにも書いてくれてないんですよ、はい、でちょっとなんか心配になってきて、はい、まあ、道は1個しかないんで、うん、だから大手になるなと思いながら、進んでいきますとようやくですねちょっとした集落みたいなものがあって、はい、でも今住んでるかどうか分かんないんですよ、うん、だから町内掲示板があるんですけど、はい、だその町内掲示板も今使われてないみたいなんで、はい、町内のお知らせとか貼ってないんですよ、はい、そこにねちっこーく、うん、日向大神宮この坂の上って書いてくれてるんですよ。だからおそらく近所の人がピンポンとか鳴らされてるかもしれませんよね、うん、もう分かりやすいように一応書いてくれたんです、ね、もう書いといた方がピンポンも鳴らされなくて済むということで、うん、だから会うてんのかと思って、はい、そのまま進んでいきました、うん、でそのうちですね細いのに車が降りてくるんですよ。で車が降りてきたら歩行者は避けないといけないぐらい、うんうん、でこの先街もないし、はい、なんで車が降りてくるのとか思ってたけど、うん、おそらく、まあ、神社で働いてる人が僕行ったのが4時5時だったんで、はい、仕事終わって帰らはる人かなっていう感じで、まあ、神社ぐらいしかもう考えられないところで車が降りてきて、はい、でそれをちょっと避けて車を見過ごしたと、はい、でちょっと進んでいくとちょっとだけ広場が出てきたんですよ、はい、でそこに、書いてあったのがですね、はい、無断駐車禁止日向大神宮って書いてあったんですよ。いやいやここまで車で来るかと、はい、普通危ないから引き返すじゃないですか、うん、だからまあでももしかしたらお正月とかに行って、うん、でこの辺で止めたらええかと思って止める人もいるのかもしれない、まあ、あったんでしょうね。あったんかもしれない、書いてることはね、はい、駐車禁止って書いてありました、はい、張り紙がね、はい、で、誰が止めんやと思いながら山に登っていきました、はい、もう山ですよ、はい、でもう周り木ですわ、はい、何もないところに、はい、次にですね僕の絶望的な、はい、張り紙が出てきました、神社のトイレ現在使用できません。あらまだ神社にも到着してないのに、うん、10分ぐらい歩いてですよ、はい、それとも駅に貼っといてくれな、うん、で、うん、日向大神のトイレ今使えませんと。そうですね、で山水を汲み上げて水流してるらしいんですけど、はい、山水が枯渇したらしくって、はい、大変申し訳ありませんけども今使えませんと、うん、なってるんですよ、はい、だからねどうしようかなと思って、まあ、一応駅で過ぎてよかったなと思いながら、はい、この先ねここからまだ10分かかる、うんうん、で戻るにしてもまだ15分20分かかるから、うん、この後30分40分はトイレ行けないわけですよ、うん、困りますね、まあ、でも山なんで、うん、まあ切羽詰まった時は、うん、まああの方法は使えるっちゃ使えるなと思いながらやめてください、はい、あの方法は使える、はい、でようやく、はい、さらに10分ぐらいその山道を歩いていきますと、はい、民家もなくなりました、うん、一応舗装やけど舗装じゃない道みたいな感じですわ、はい、ようやく広場が突き当たりの広場が出てきました、うん、車が5台ぐらい止められます、うん、やっぱり従業員の方も止めなあかんし、はい、で多分違うルートで車で来れるんだと思うんですね、はい、だからそこまで止めるところがあって、で左側に手水舎がありました、うん、あの手を清めるところですよね、はいはいはい、でそこで突き当たりなんですけども神社の建物ないんですよ。到着って思ったのに神社の建物なくて、ほんでもうここまでもう15分以上歩いてるんで、はい、坂道をね、はい、しんどいなと思って左見たら左まだ階段50段ほどありまして、うわまだ、はい、まだ途中、はい、そこに鳥居が見えました、はい、だからまあ50段ぐらいは普通はなんてことないですよ、うん、2,3 分で行くから、うん、でも僕、はい、ゴールやと思ってるんで、うん、気持ちはね、そうですよ、はい、でさらに上がっていきました、はい、上がっていって見ると、はい、その伊勢神宮の下宮にあたる下宮、はい、下宮っていう読むらしいんですよ、日向大神宮では、はい、でこれを見た時にはおーってなりましたね。何がおーっていうのかは、はい、あの普通の神社じゃなくて伊勢神宮の社殿ってご覧になったことあります？あります、うん、あれとよく似た形してるんですよ、うん、あの高床式倉庫みたいになってるじゃないですか、はいはいはい、あの柱がついてその上に床があって、うん、で屋根があの かやぶきみたいになってて、はい、で屋根の上にあの触覚みたいなのついてるのご存知ですか、はいはいはい、屋根がピューンってあの、はい、伸びてるじゃないですか、はいはい、あれもあると、うん、で屋根の上に、伊勢神宮の場合丸田んぼが乗ってんのしてます。はい。だってこう、触覚みたいに伸びてんのは、チギって言うんですね。はい。で、屋根の上に丸田んぼが伸びてんのは、乗ってますね。カツオギって言うんですけども、はい。それがね、正確に、こう、再現されてると。これ、伊勢神宮とよく似てるでしょ、形が。似てる、はい。で、しかもですね、これ、下宮なんですけども、ここでは下宮って言うんですけど、はい。そのチギなんですけども、はい。チギっていうのは、こう、木をこう斜めにこう上げてるじゃないですか、触覚のように、はい、でこのままやとちょっとかっこ悪いじゃないですか、先っぽ先っちょが、はい、それを下宮は縦にスコンって切ってるんですよ。あ、形の見栄えをよくしてる、見栄えよく縦によく切るとこう天井から下にかけてがまっすぐになってると、うんうん、これを再現してるんですね、下宮 の,、はい、の場合が、はい、だからここまでやってるんです、はい、ほんで丸田んぼ、はい、かつおぎっていうんですけど、これも下宮系の神社っていうのは奇数なんですね。だ下宮の、将軍は9本乗ってるんですよ。それがこちらでは7本乗ってますと。
そこまで再現させてて、あ、さすがに今日のお伊勢さんと言われるだけのことがあるなと思って、うんうん、で、そこの参拝を済ませて、はい、さらに登りながら同じ敷地内に内宮があるんですよ。はい、内宮に行ったら今度はね、王がね、になったんですよ。になったんですよ。下空がそんなに伊勢神宮に近づけてんのに、うん、内空はですね、うん、見てくださいこれ、写真に載ってるんですけど、はい、普通の屋根してるでしょ、はい、あの普通の、あの、なんていうんですかね、あの、はい、高床式倉庫になってない建物、はいはいはい、になってて、はい、あれって思ったんですけれども、さらにの奥にね、なんかあるぞと、はい、これね、境内の突き当たりなんで、うん、奥がよく見えないんですけども、はい、この先にで、よく、こう、なんか、角度を変えてみると、この普通の屋根の社殿の奥にもう一個、あったんです。うん、内宮の本殿が。はい、それはまた王でした。カツオギ、丸田んぼは8本、はいはい。内宮系は偶数なんです。まあ、乗ってるな。はい、そんなもあんねんな。で、カツオギもですね、うん、あ、チギの方も、この触覚みたいなチギの方も、はい、下空系は縦に折り曲げるって言いましたよね。はい、こう、天井から下にかけて直角、はい、直線になるように。はい、内空系の神社は、こう、上から折り曲げるんですよ。あ、平行になる。平行になるんですよ。はいはい、天井と床と平行に。はい、はい。それも再現されてました。立派にね、できてるなと思いまして、で、これで内空と下空の参拝が終了と、うんうん。で、またお楽しみがここ残ってるんですよ。伊勢神宮の場合、これで帰らなあかんでしょ、はい、銀鉄乗って帰るところですけども、はいはい、ここは天の岩戸があると、はい、さらに登ります、うん、はい、とするとさらに人影がなくなって、もう僕ゼロでしたわ、うん、もう山の中ですよ、山の中で境内ゼロの中に、はい、突然現れたこの岩の巨石に穴繰り上げ、繰り上げたやつ。なんだこれ。これ岩をくり抜いて洞窟になってるんですよ。近くやらないですね。そう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 、はい。全然人が普通に入れるサイズが。入れるんです。これ7メートルぐらいありまして。はい、はい。これは天の岩戸という風になってまして。はい。で、こうなんか入ってもいいんですよ。はい。で、入っていくんですよ。もうほんま薄暗くなってて、7メートルぐらいあるんで入っていって、うん、はい、で、真ん中のところで直角に折り曲げて、はい。だから向こう側の出口がこれもまた見えないんですよ。ああ。で、真ん中に行けば行くほどさらに光が届かなくて、うん、薄暗くなっているところにお祭りされているものがあって、お祭りされていて、そこに皆さんが奉納されている土器、お皿を奉納してるんですね。でこの真ん中のところはもう光がなかなか届かないんで、はい、でもう夕方の5時ぐらいに行って、で境内に僕だけで、社務所ももう閉まってるんで、うん、割とちょっと怖かったですね。でも早く出たいと思って出口の方に出て行ったら、はい、自然光が出てきて、はい、ああよかったということで、天の岩とも貫通成功ということになりました。で下空内空天の岩と、そこもなんか順番も決まってるんですか。順番もちょうどね、入り口から下空内宮っていうふうに進行方向になってるんですよ、はい、だから本当の伊勢神宮って本来は下空内宮って行くもんじゃないですか、うん、はい、まあ、さらにあの二見ヶ浦の神社に行って禊をしてからっていう説もあるんですけれども、はい、でもこちらの神社では伊勢の場合は内宮だけ行く人とか、うん、まあ、知らずに内宮から行く人もいると思うんですけど、うん、こちらの神社は自然に下空、うん、ね、内宮行って、で天の岩とが最後奥になってるということで、順番通りに行けるようになってるんですね、はい、で降りてきまして、はい、であと伊勢神宮に行かなくてもいいように遥拝所っていうのがあるんですよ、うん、あのいろんな神社に、うん、ここから伊勢神宮の方を向いて、拝んでくださいと、はい、伊勢神宮に行ったのと同じようなあ、効果がありますよっていうところがあって、はい、まあ、それも一応置いとこうかなと思ったら、はいはい、えらいことでしたわ。もうどういうことですか。本当に山道で、はい、やめときゃよかったって感じで、ほんま登山ですよ。しんどかったですね。かなり。そんな急にしんどくなんね、はい、まあ、10分って書いてあるんですけど、はい、10分普通 の, あの階段もなくて岩がゴツゴツした山道を登ってたと思うと、うん、もう帰りも怖いですし、でもやっぱり伊勢神宮に行く時間がないっていう方はやっぱり、はい、確かに行っ てもいいと思いますけど、僕はあの伊勢神宮マニアなんで、うん、行くんですよこれからも伊勢神宮に、はい、行く必要なかったですね。でそこだけがね、あ、もし行くんだったら冬がいいですね。僕夏に行ったんですけども、だからさらに上がるんですよそこから、うん、さらに上がる、高い台のところにね、はい、上がっていって、だから本来であれば、見晴らしが、案内にもね書いてあったんですよ、京都一望できますよと書いてあったんですけども、上がっていきますとですね、はい、夏、もう夏じゃないですか、はい、だから夏に近いところに行ったんで、うん、まあ、かなり高台に上がってるっていうのは自分で分かるんですけども、うんうん、これ見てください、一応見えてるぐらいでしょ、京都の街並みが、木に隠れて、木がいっぱいあって、そうそうそう、行くんだったら、まあね、ここにあの平安神宮の鳥居とか見えてるんですよ、うん、でもちょっとしか見えてないんで、うん、そうですね、もし行かれるんだったら、はい、このぐらいの苦労するんだったら、はい、冬に行って、はい、葉っぱがない時に、よ
老廃像まで上がっていったやったらもう綺麗に見えるんじゃないかと思いますね、はい、ということであの伊勢神宮まで、近鉄の切符で、まあ、往復、はい、7000ぐらいかかるんですけども、はい、そうせずに地下鉄の数百円で住む伊勢神宮に皆さん行ってみてはいかがでしょうかという話でございました。知らんかった。だから神様は一緒ってことですよね。神様は内宮は一緒ですけど、下宮は違います。うん、あ、違うんや。はい。天照総御神さんは、あの、内宮にも祀られてるんですけども、こちらの伊勢神宮の下宮は、うん、あの、天照総御神様が、お食事の世話をしてくれる神が欲しいということで、うんうん、京都の丹後地方から呼んできた、はい、なんとか大臣、なんとかさんなんですけど、ここは違う。なんとかさん。なんとかさん。神様をなんとかさん。はい、近所のおっちゃんを神様してるわけじゃないんで。豊慶大神だと思います。はい、神様なんだ、ね。こちらの下宮では違う人でした。はい、あ、はい、そうなんです。神様内宮は一緒でしたけど、下宮は違いました。はい、まあでもいいですよ。お時間がない方とかは京都で伊勢神宮にちゃんと参拝した気持ちになれて、そうですそうです。届くという場所があるんですね。はい、で建物もよく似てるんで行った気になれますね。皆さんも一回行ってみてはいかがでしょうか。素晴らしい場所をご紹介ありがとうございました。うん、というわけで皆さん素敵な週末をお過ごしください。以上、沢竹の週末歩きでした。強い潮風スカートの裾じゃれついてるわ。妙な視線撫でるあなたになぜだと心騒ぐ感じよ。望遠鏡で起きる音を覗いた隙に肩を抱くのね。予感通りに迫るあなたに計算違い髪がときめく。ああ行くわけしね。心の中で私が叫ぶ。ああ行くわけしないで。違う私がブレーキかける。ダメでした、破れてるみたい。今日は帰りが遅くていいの。秘密の声でもしつぶやけば、きっとあなたはボーダーライン飛び越えてくる。だから言えない。ああ言い訳して、瞳で私話しかけてる。邪魔をしているの。
沢竹のリクエスト、本田美奈子テンプテーションでした。 KBS 京都ラジオ美と健康欲張りフェア2024、6月22日土曜日午前10時から KBS ホールで開催。あなたにきっと役立つ美と健康の情報がいっぱいのイベントです。ステージでは美と健康のスペシャリストによる欲張りセミナーを開催。さらにイベントパーソナリティとして私食帝公平と中村薫が出演。今年の欲張りセミナーは朝から私たちがイベントを盛り上げますよ。会場に来ないと見られないスペシャルステージが盛りだくさん。美味しいキッチンカーも集まります。皆さんもぜひ会場にお越しください。美と健康グッズが当たるお楽しみ抽選会もあります。もちろん入場無料。総合司会は私梶原誠と海平なごみです。6月22日は KBS ホール美と健康欲張りフェアへぜひお越しください。これめっちゃうめい。さあ、このコーナーは僕たちがそれぞれ気になる一品を取り上げ、皆さんのランチや3時のおやつとしてご提案していきます。はい、はい、実際に食べてこれめっちゃうめいと思ったらボタンを押します。はい、こちらですね。うめい、はい、このうめいポイントの数でおすすめ度を判定しようというコーナーです。はい、はい、今日は吉高さん。はい、そうです。なんだこれ、僕のおすすめですね、まあ、奥様から教えていただいた、あの、はい、徳島製粉株式会社さんの、うん、金ちゃんヌードル味焼きそばです。金ちゃんヌードル味焼きそば、はい、金ちゃんヌードル食べたくて、はい、汁がいらん人がこれ食べるということですか。あ、そうです、焼きそばですね、うん、これ徳島で作られてまして、うん、これあの弾力のあるもっちりした噛み応えで、うん、ちょっとあっさりしたあの醤油味の、別にもうもう食べてる、ね、いいですよいいですよ、それでいいですよ、ズルズルズルじゃなくてもうちょっと待ってあげてください。めっちゃ腹減ってるやん。めっちゃ説明してるんで、めちゃくちゃ腹減ってる。昼飯じゃないんだ。一応お仕事なんだ。すいません、佐々木さん、ガワガワついてた、ズルズルって聞こえたから。みんな食ってませんでした、説明の時に。いや、一応聞いてからいただくねって言って。いやでもおかしいな思ってたんですよ、今日の楽しみしますよ言ってたから。もうここぞとばかりに食べるやろなと思ってたんです。僕はもう佐竹さんが、あ、でもほんま食べてください。食べていいじゃん。いやいやいや、はい、食べるんでいただきます。そうなんですよ。え、これだから徳島でしか売ってないってこと？いや、売ってます、うん、こちらでも売ってますし、うん、で奥さんがまあ徳島の住んでる時から出身なんで、うん、食べてて、はい、あ、うめーい、ね、はい、わかります。金ちゃんラーメン、そうそうそう、はいはい、金ちゃんヌードル、金ちゃんヌードルの、うん、はい、焼きそばの感じがめっちゃわかる ね、 ね、そうなんです、うんうん、スープのない金ちゃんヌードルのあのうま、ん、み、うん、というか、うん、金ちゃんの味のあのヌードルを、うんうんうん、めちゃくちゃ太めにして食べやすくする味を凝縮して、うんね、うん、あの味欲しいけど今日はスープいらんな思う時ちょうどいいですよね。うめえ、うまい、うまい、めっちゃうまい、うん、めっちゃ美味しいでしょ、うんうん、あ、エビまで入ってる。うん、あ、それ、エビルーメン。そうなんです。スーパーマーケットとかにも、うん、あの売ってますので、うん、はい。これ美味しいでしょ。不思議な感じやね。うん、あ、そうか、そのラーメンじゃないから。ヌードルを食べてる味やけど、ね、汁がなくて、うん、味だけがしっかりと凝縮されてるから。うんうんうん、そうなんです。うん、うん、めっちゃ、うん、ちょっと黙りますね。すみません、ラジオですけど。なんでお前も食べて、食べてんやろ。うん、うん、じゃないね。な、そのな、平日におじさん3人の咀嚼音だけで流せるわけないやん。な。これは美味しいね。美味しいですか？美味しい、美味しい。これが200円、300円ぐらいなんですかね。これはね、ちょっと待ってね、うん。お姉さんはですね。何、おじいさんはですね、言いました今。いやいやいや、お姉さんはね。お姉さんはですね。おじい、僕急におじいさんはですねってよく言わない。待ってください。これ値段は、うん、ちょっと食べといてください、ね。はい、すいません。調べとけや。はい。なんで今ネットで調べてるの。値段、はい、あ、不思議な味よな、ね、ほんまにヌードルを汁なしで、でも200円、ただなんか、うん、僕言うたじゃないですか、カップヌードルか
あの皆さんと真逆で片面で食べないタイプで、はい、もう5分ぐらい待って、うん、ふにゃふにゃにして汁を吸わすだけ吸わしてみたいな、はいはい、瀬戸くんそっちタイプ好きですもん、うん、そう、はい、ただそれのあのデメリットは、うん、味をめっちゃ吸い込んでくれて、うん、めちゃくちゃ味は濃厚なんですけど、うん、麺がふにゃふにゃになってしまって、ね、食感としては楽しめないんですよ、はいはい、これ食感もしっかり残ってて、あのちゃんだからなんで俺より食べれてるの今吉田が、うんうんうん、お前が持ってきたやつを今俺がめっちゃ説明してるだけであって、うんうん、食べといてな、お前がこういうこと言うてよ、なんで今お前が一番食べれてるの、うん、いやそうなんですよ、その食感もしっかり残った状態で、うん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 、めっめちゃくちゃスープを吸い込んでくれて美味しい凝縮された麺をいただいてる感じ、はい、ほらもう瀬戸さんあれですよね、カップラーメンよりも毎回こうそば系の方が絶対いいですよね、だから、うん、今僕こっちの方が向いてると思いました、だからめっちゃ美味しいよ、あもう一回美味しそう、うん、めい、ほんまやわ、うん、そうなんですよ、美味しい、よかったこれ結構好評ですねこれ、うん、うめい、うん、佐竹さんが 全然しゃべらんと黙々と食べてくる、いやもうお値段聞いたし、はい、もう全部食べたんですか、いや、まあ、ほぼ食べてる、うまい、だって僕、はい、プレゼンする人じゃないんで食べる人もね、まあねいやいいわ、いいでしょ、これ美味しいわ、うん、これちょっと、ね、皆さんも味わってほしいなこの感覚、うんうん、もう3人とも食べ出したらもう終わりですよ、うん、でも役割的には僕ら2人は食べてていいんですけどね、はい、はい、そうなんですよ、いやそうなんですよ、ほんまは2人分だけなんですけど、そうね、僕も食べたくて、なんでお前自分もしっかりと直前にスタッフさんに任せた、そうなんです、作ってもらっての3つもお湯使って申し訳ないですけど、3つもお湯使って、はい、ただお昼時にこれは助かるな、ね、戦います、うんで、うん、具もねちゃんとね再現されてますからね、はいはい、でエビなんてほんまにヌードルのあの食べてるエビの味まんまやもん、うんうん、でしょ、うんうん、そうなんですよ、おいしい、こういう系でいっぱい出してほしいな、キンちゃんヌードルが先駆者かもしれないですけど、こういう系めっちゃ出してくれたら、例えばチキンラーメンのこういうヌードル、うん、こっち系汁なしのこういう系とか、うんうん、めちゃくちゃ僕好きなのかも、あ、うん、確かに、うん、あ日清さんとかはね割とあのほらご飯系に代わりに出しますよね、はい、ね、はい、ヌードルをご飯にしてとかね、そう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 、うん、はい、うわ進化していくな、ね、ラーメン焼きそば、これだから焼きそばではないってことだよね、でも味焼きそばですよね、焼きそばという捉え方でいいの、焼きそばという捉え方で、少々待ちください、ごめんね、ほんでなんで自分のパスコードをさ、はい、今5連続で見つけてるびっくりした、今見ました、いや、ね、自分の携帯ネットで調べようと思ってあれ自分の最初のパスコードを5連チャンでミスる、まと難しいですよ子供やないねんから、うちの子供が僕の携帯触って、うん、よくなんか1分間使えませんってなるけど、うんうん、パスコード間違えすぎて、うん、もちろんな、そうそう僕もようなんねん、なんで5連続で自分のパスコード間違えた、はい、ちょっと待ちくださいだから焼きそばでいいです、うん、はい、うん、商品名なんでしたっけ、キンちゃんヌードル味焼きそばですね、はい、キンちゃんヌードル味焼きそばか、はい、うん、はい、あそうです、そうや、だから焼きそばにしてくれ、はい、うわ嬉しい、うん、俺一番好きかも、うお、人生で、あ違う違う、人生で焼きそばがね、はい、これも美味しいけど、はい、はい、あ焼きそばという食べ物が、はい、あだからそういうものを全てを焼きそばにしてほしいということですよね、はい、あ、うん、焼きそばウインナーが一番好きなんですよ、ウインナーもう子供時代やもん、ほんまに赤ウインナーやろ、そうだ、ビュッフェバイキング行っても焼きそばウインナーしか食べへんもん、マジで焼き肉行ってもいや焼き肉ってさ焼き肉食べますよ、あれですか、バイキングとかね、ビュッフェとか行ったら、うんうん、こう全部焼きそばにしてほしいわ、へえ、どん兵衛とかねカップヌードルも、ね、ほんまやしてくれたらいいですよね、うんうんうん、どん兵衛一回あったんですよね、どん兵衛と UFO がコラボしてね、おお、一回あったんですよ、入れ替えたみたいな、はいはいはい、どん兵衛味の焼きそばみたいな感じとか、あじゃあその時もめちゃくちゃ食べたんですか、美味しかった、美味しかった、最強やな、よかった、うん、ということで今日は何ポイントやろう、何ポイント、これ期待していいんちゃう、ね、こちら吉坂さんのプレゼンは、うん、はい、7ポイントです、7ポイント、はい、あーまあ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 、歴代2位やね、2位タイやね、うん、あ1位や思ってた
めっちゃ1位の感じしてたのに。2位。2位やね。そうなんや。まあまあまあ、でも、まあまあまあ、これは美味しいし、普通に皆さんにも食べてほしい、はいはい、食べ物でした。そっかそっか。新発見でございます。吉野さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、ごめんなさい、締めさせていただきます。気になった方は、ぜひ一度ご賞味ください。はい、以上、これめっちゃうめえでした。今、ここに信じる最高のサンガ。6月も続くハードな戦い、強く超える京都サンガ FC。 次の京セララジオスポーツスペシャル京都サンガ FC ラジオ実況生中継は6月1日土曜日、サンガスタジアム by 京セラ午後7時キックオフ、セレッソ大阪戦。ゴールを決めろ、エース原太一。勝ってパリへ、キャプテン川崎颯太。負けられない関西ダービー、サポーターと一緒に勝ち点3をつかみ取れ。ラジオからスタジアムからあなたのご声援を。さっきとても素敵なものを拾って、僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると、誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを、今の僕以上に必要としている人だと言うことがわかった。欲しいような気もしたけど、僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先さしていれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。なものを拾った。ふと気がついて横に目をやると、また誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを、今の僕以上に必要としてI'm not afraid to die.
ちらスマイル瀬戸のリクエスト曲で牧原紀之さんで僕が一番欲しかったものでした。スマイルのマーブル木曜日、沢竹さん面白三文字お願いします。ゆうこ誰そんなこと言ってますが、おじさん3人仲良く自由にお送りします。週刊ダンディズム。ダンディズム、年を重ねるほどにいい男になりたい。このコーナーは僕たち3人がイケオジを目指してダンディズムとは何かを追求していきます、はい、ということで男性の方は自分のダンディーな行動や男の美学たしなみなど、女性の方は自分の周りのダンディーな人や理想像などダンディズムに関する情報をお寄せください、はい、ではナルシストな瀬戸編集長、はい、今週のダンディーニュースはあるんでしょうか。うん、うん、まあ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 あるやろ。もうまあ言いましょうか。言いますか。言わなくていいし。言う。分かった分かった。何なんですか。これはねでもね、はい、ちょっと吉高さんも出てくる話なんですけど。吉高さんもダンディーだったんですか。いやってわけではないです。なんだけどまあ感じ取ってほしいことがいろいろあったなってことなんですけど、うん、あの昨日一昨日、はい、祇園花月、まあ先ほどもね見に来ていただいたって、うん、それの夜のイベントで。うん、はい、天心さんと、うん、ジャルジャルと、はい、我々スマイルで、はい、3組で、テンジャルマイルというユニットイベントを、はい、4ヶ月で夜公演として行ってたんですよ。はい、で、まあ、うん、その中で、うん、昔ずっとやってたイベントで、うん、久しぶりやってんね、そうですね、そのイベント自体が。はい、で、なんか、定期的にまた今後もやっていこうか、みたいな話になったので、うん、はい、そのイベントの中のコーナーで、うん、はい、今後もやっていくんやったら、なんか、リーダーを決めようみたいなコーナーがあったんですよ。6人おるうちのリーダーをこのコーナーの中で決めようというので、いろいろ運試しをやっていって、一人ずつ運がなかった人から脱落していって、最後に一人勝ち残った人がリーダーになるっていうコーナーだったんですけども、それの1回戦が花わさびっていうのがありまして、まあそれは本当に、テーブルの上にわさび、チューブのわさびが6本並んでて、はい、人数分、ね、人数分並んでて、6人が並んで、1人1本決めて、うん、で、5本は空っぽです、はい。1本は普通にそのままわさびが入っているので、それを鼻の穴に突っ込んで、はい、せーので全員でグッて握って、はい、一人だけ、ビュンって鼻わさびが入ってしまう、はい。その人はもう運がなかったということで脱落。はい、ただこれ、ほんま聞いてらっしゃる方はもう絶対真似しないでほしいです、ね、はいはい。はい。僕たちも何回か経験したことあるんですけど、うん、マジできついねんね、これ。めっちゃ痛いですよ、もう。めちゃくちゃ痛いんですよ。はい、はい。もう、1、2時間ぐらいヒリヒリも取れないし。取れないですよね。鼻水も止まれへんし。もう涙も出るし。強烈なんですよ。マジで嫌やなーって思って、はい、うん、全員が選んで、うん、で、せーので、グーンってやったら、うん、うわーって聞こえて、はい、吉高やったんですよ、はい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 、吉高が花わさびを引いてて、はい、もううわーって悶絶してるんですよ。やばかったし、痛い痛い、うわーって言って、はい、でもそれがめっちゃおもろくて、はい、めちゃくちゃ盛り上がって、はい、全員腹抱えて笑ってたんですね、はい、で吉高も涙流してうわーうわーって痛い痛いって言って助けてくれ助けてくれって悶絶してるんですよね、はい、でうわーって盛り上がってでその後にじゃあ、吉高さんは脱落なので、はい、舞台の袖に移動しといてください。はい、で、残ったメンバーで第2回戦いきますって、うん、はい、だから2回戦ってなったら、進行スタッフの子たちが、次の準備があるので、はい、その道具をね、道具をまた入れ替えるんですよね。はい、で、わさびを引いて、うん、はい、その時に、一応、ティッシュと、ゴミ箱、ちっちゃいゴミ箱も用意してくれとったんですよ。ケアとしてね。あ、そうですね。それも、まあ、花わさびのケアとして置いてくれとったんですけど、はい、それも普通になんか持って、袖に履けようとしたんですよね。うん、それをパッて僕が目に入って、うん、もうほんまにもうちっちゃい声で、うん、ちょっと待ってってスタッフの子を止めて、はい、そのティッシュとゴミ箱をね、うん、その端っこの方でうわーってもだえている、吉高の足元にね、もうほんまにもう、すっと置いてあげたんですよ。はい、で、その時に、思いましたね。はい、なんか普通ならば、はい、
ヨシタカが、うわ、瀬戸ちゃんありがとう、優しいね、の感覚なんでしょうけど、うん、なんかスッと置いた時に、なんか僕の感情としては、うん、なんかこんなに盛り上げて、はい、まあスマイルボケ担当じゃないですか、はい、なんかいっぱい笑いを取ってくれて、うん、なんかスマイルとしてもう誇らしかったし、うんはい、スマイルのボケとしていっぱい笑い取ってくれて、うん、なんかありがとうなって。ダンディズム。一緒いわ、めーびって言うなよ、もう。なありがとうな。ありがとうな、じゃないのよ。いっぱい笑い取ってくれて。いっぱい笑い取ってありがとうな、じゃないのよ。スマイルのボケ。もう、うい、はっきり言うな。スマイルのボケ。スマイルのボケって言うな。いっぱい笑い取ってくれて、うん、ありがとうな。ありがとうな、じゃない。うん、い思いました、本当に。あれ、そうなんや。止めてくれてたんでも。うんもう気づいてたでしょ、僕がパッと置いたのは。もう全くもう痛い痛い言うて涙流してたから、うん、もう分からんかったもん。そうなんです。気づいたらもう、あと横に足元にあったし、あれは僕がそっと置いてあげたんですよ。もうそのありがとうなの感謝の、うん。まあ、もしかしたらお客さんからしたら、うん、その、もうええねん、吉高、その、うんもう2回戦行くから、うん、いつまでもそっち引っ張ってたら、うん、もう、あの、こっちみんな注目しに行ったら、はいはいはい、あの、もうええねん、吉高、うん、空気のもうええから長いわ、って見えてたかもしれないですよ。なんでそこまで思われなかった僕の置き方、心の中では、ありがとうな、なんですけど、はいうん、もしかしたらお客さんの中では、なんかもう、はい、長いわ、いつまで邪魔してるやん。邪魔してた。よし、空気読んで、うん、もう2回戦行って、うん、次こっちの5人で盛り上がるから、うん、その端っこの方で、うわーうわーって涙拭かれとっても、うん、困るから、うん、このティッシュで早く拭いて、うん、早く落ち着いてくれって、はい、見えてたかもしれないけど。いやいや、ごめん。そう、お前が見てたやん。な。いや、僕は違います。心の中。見てたやん。僕は心の中でありがとうなって言って、うん、これで早く落ち着いてね、やけど、うん、お客さんからしたらそう見えてたのかもしれないけど。邪魔したくないけど、うん、もうそれも関係なくて。痛いって言っちゃくらいやったんですよ。はけたらあかんわけですか、やっぱり。ああ、ね、あの、治るまで。一瞬ぐらいやったらいいと思うんですけど、はい。まあ一応舞台の端っこにいてくださいっていうことだったので、はい。はい。なんだかスッと差し上げたんですよね。そうか。はい。感謝してほしいです、やっぱり。いや、その、言うほどでもないやん。なんかわざわざ。聞いたもののね、はい、ね、いい表現ですね。もうちょっと止めただけで、そうですね。ティッシュとゴミ箱ですよ。いやいや、うん、スタッフの子が持っていこうとしたから、うん、ちょっと待ってって言ったんですよ。ちょっと待って。言えます？うん、お客さんもおるのに聞こえないように、ちょっと待ってって、うん。お客さんがいるから、まあ、言いやすいです、ね。で、パッてそれを足元に置いてあげたんですよ。ありがとうなって。ありがとうな。ほんまに嬉しかったもん。いまだに思ってもありがとうな。いやいや、いいよ。おとついの夜ありがとうな。いや、はっきり言う。日にちも言わんでいいの。じゃあ、はい、皆さんね、そう、はい、紹介していきましょう。はい、こちら、ラジオネーム、やぶれがささんからいただきました。はい。ダンディズムですが、バスに座っているとき、年配の方が前に立ちはったら、どうぞお座りくださいっていう代わりに、うん、独り言っぽく、あ、細かいのないわ、先に両替しとこうって言うて、両替機へ向かうふりをして席を譲る俺。おー。これいけてますよ。これね、だからわからんもん、はいはいはい、わかんないですか？僕はっきり譲りますよじゃなくて、僕この手法を取りますよ、さりげなく。うん、それって、はい、もしかしたら聞く人によったら、うん、私がこの席をキープしてますよ、取らないでくださいねに聞こえるかもしれないじゃないですか。ああ、そっち、ああ確かに、私ここに戻ってくるんですよ。間違えられる可能性もありますね。はい、うん、あ、そっち取ら、いやいやいや、そっち取らえます。だから、その、両替しに行った、その場所によりますよね。行って終わってから、はいはい、その両替機の近くやったら、もう席どうぞですし、戻って行ったら、あの、キープやし、うん、はい。はい。なんかね、席どうぞって言うっていいんでしょうけど、うん、なんか、気引けないですか？まあ、それはそうです。それはまあ、はい。なんか代わりは探しますよね。どうぞの代わりを探します。探しますよね。はいはい、うん、あと結構注目浴びるから、どうぞって言ったら、それで正しいんでしょうけど、うん、いい人ぶってるやん。うん、そう、はいはい、正しいんやで。はい。やけど、心の中で俺いい人ぶってると思われてんのかな、みたいなのもあるから、お席どうぞって言わんと僕も、
なんか用事思い出した感じで、うんうんうん、パって立って違う感じの方に立ちに行くみたいなんで、うんはい、自然と席を譲るみたいな、まあ、手法を取りますね。でもそれが瀬戸くんが言ってたらもうなんかボケに思うけど、うん、ボケじゃない、ボケじゃないのよ。いや、指やらんといて。ボケじゃないの。だって年配の方がほんまにいろいろ日本経済を支えてくれてきたわけですから。そこまで言うの。その方に関してありがとうなんだ、感謝の気持ちもあるんで、はい、その、ふっと、一応ちっちゃい子でありがとうね、は言うかもしれないですよ。その年配の方が今まで日本経済を支えてくれて。いや、怖いって。長いな、ブツ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 。なんかブツブツ言ってて、この人怖って。そう。いやもうそんな、こんな人だったらもう席譲ってもらえなくていいですって、日本経済支えてくれてたかもしれんね、から喋ってるかもしれないです、もしかしたら。で、ありがとうね。怖ちっちゃくてブツブツ言ってありがとうございますって言いながら、立ち去るかもしれないですけど、ただこの手法っていうのは分からんでもないですね。お席どうぞっていうのもありなんですけども。はい。続きましてこちら、はい、ラジオネーム、吉高さんの奥さんになりたいさんです。いや吉高や、吉高ってねタコちゃうねん、ダンディズムですが、それは吉高さんです、うん、はい。だって奥さんに叱られた時とかすぐにごめんと可愛らしく言ってくれるからです、はい、うちの夫は謝りません。私が頼んだことをしないで知らんぷりしてても、うん、もちろん謝らないし、それに怪我をして痛そうにしている夫に大丈夫と声をかけても、うん、そんなもん知るかと怒りの返事が返ってきます。吉高さんのあの可愛らしいごめんはダンディだと思います。まあ、ほんまそうです。そうなんですよ。ダンディなんですよね。ね、うん、平和の秘訣ですよね。はい、もう人間ね、素直に謝るべきなんですよ。うんはい、たとえこっちが悪くてもごめんでも許されるんですよ。ただこれだから、素直にごめんと思って、ごめんやったらわかるけど、ごめんと言うとけば済まされるとも思ってる。それもまた話変わってくるや、うん。それよく言われる。うわ、そこまで見つかされてるんですね。そうです。うわ、最近多いからごめんが、うんうん、言うとったらいいと思ってるやろ。だからほんまのごめんとの使い分けがないから。使い分け。だからここっていうほんまに悪い時にごめんって言うもんなんよ。うん、その何でもかんでもごめんで、うん、その場を、うん、切りたいだけのごめんは、うん、逆に向こうにとっては失礼なのかもしれないよ。だからその時は、はい、2秒間開けて、うん、ごめんってちょっと角度もつけるんです。はい、頭傾ける角度をつけて、本当にあかん時ごめん、だんだん腹立ってくる。腹立ってくる。そっちが普通になってくるから。普通になってくるから。うん。まあだから、ごめんって素直に言えるっていうのはいいかもしれないですけど、何でもかんでもごめんっていうのも、逆効果っていうのもあるかもしれないですね。いやいや、リスナーの方がダンディーや言うてんねんから、乗っかってや、ダンディーでいいやん。ノットダンディズムかもしれないですね。なんでな申し訳ないです。申し訳ないです。ラスト、パッと行きましょう。はい、ラジオネーム、やっさんさんからいただきました。僕の相談に乗ってください。少し前に職場の部署が変わり、若い女性社員と働く機会が増えました。うん、そこで最近の悩みなのですが、うん、若い女性社員と営業に同行する際に、うん、移動中や食事、の時にどんな会話をすればいいのか困っています、うん、また取引先の担当者も女性なので仕事の本題に入る前のちょっとした雑談にも困っています、うん、あまりプライベートなことを聞くのも失礼ですし、かといって天気の話題ばかりでは面白みに欠けますよね、うん、ダンディーな瀬戸編集長はスマートかつ小粋な会話で女性を楽しませていると思いますが、そのコツを伝授いただけないでしょうか。あ、でもそうですよね。なんか踏み込みすぎてもダメですしね。なんか彼氏おんのとかも ね、あれですし、はい、そのなんかどういう流れで聞いていったらいいのかって、これも編集長はわかるんですか。これはね、いやだからプライベートも行き過ぎるとあかんもんね。うん、特にかつて今の時代だったらね。はい、でもなんかスポーツやってたとか自分の趣味、自分がめっちゃ喋れる得意分野ってあるじゃないですか。まあ、歴史あんま好きな女性っていないかもしれないですけど、はいね、地域が好きなんか、うん、食べ物が好きとか、はい、僕やったらスポーツ、はい、野球が好きですけど、うん、スポーツ全般なんとなくわかるんで、うん、なんかスポーツやってたんですか、うん、とか言いながら、はい、野球やったらめちゃくちゃ話盛り上がれるし、ね、違うスポーツでも、うん、とにかく、うわ、面白そうって言って、とにかく、聞き手としていいリアクションをしてあげた方がいいかもしれないね。引き出す。引き出す。いろいろ聞いて。で、聞き手のリアクションですね。興味ないやつでも、うわー、それめちゃくちゃいいですねっていう、なんか、うん、リアクションを取ると、向こうはすごい気持ちよくなって、いい人なんだって思ってもらえると思いますので、うん。興味なくても、わーって言ってあげるし、ね。そうなんで、最初はね。うん。興味ないやーって思いながらも。
しんどい、見られない、しんどいな、うん、そんな苦しまなければいけないんですか、そういう楽しい会話で、うん、そこはそうよ、最初っていうのは第一印象で決まるので、興味ないわーって言いながら、しんどいわーって思いながらも、ラクロスか知らんなーって思いながらも、うわー、でもあれってどんな感じで道具とか、うん、どこの筋力使うんすかな、うわうまっ、なんかそんな、なんかそういう、なんかもう、で、向こうが喋ってくれて、ええーってこうやって、うわ、一回やってみたとか、そういう、向こうにとりあえず乗っかってみろっていうのも。いや、裏聞いたら全然ダンディーちゃうやん。興味なーって言いながら。いや、ダンディーっていうのはリスクも背負うっていうのがダンディーなので、その表向きのダンディーを見せる、裏には、うん、その、自分なりに辛い部分もあるよ。そこを隠し持っているのがダンディやから。いや、言うてるやん。全然隠し持ってないよ。言うちゃってるやん、もう。なんなん、この人。あ、でもめっちゃヒントになったと思いますよね、はい、今の方には、はい。そうです。はい。なので、自分の得意分野の趣味とか、そういうなおんからちょっと広い話題で話し始めて、いかがでしょうか。いけんか。というわけで、皆さんのダンディズムに関する情報をお送りください。はい、以上、週刊ダンディズムでした。マーブル木曜日、スマイル瀬戸と、ウーイエイ吉坂と、川崎隆一が KBS 京都からお送りしています。京都ホット情報。君と過ごす毎日は、皆さんは地域連携薬局をご存知ですか。日頃からじっくりと薬のことを相談できるほか、入退院を繰り返すような時にも病院と連携して自宅療養時の薬の処方をしっかりと引き継ぎ、介護施設との連携や自宅を訪問しての薬の説明お渡しなど、薬の専門家として一人一人をしっかりとサポートしてくれます。最寄りの地域連携薬局は京都府薬務課のホームページから調べられます。お薬のことで不安のある方はぜひご活用ください。以上、京都府からのお知らせでした。 KBS 京都ラジオ 1143-949。 どうも、チュートリアルの福田です。徳井です。さあ、今年も我々の番組京都リアル今日的チュートリアルの番組イベントを開催します。題してライブ京都リアルロックンロール的チュートリアル。さあ、今回のゲストはなんと次長課長の井上さんです。これは珍しいですよ。かなり珍しい、かなりレアなんでね、うん、楽しみにしてほしいです。日時は6月9日日曜日午後2時30分から、場所は KBS ホールです。チケットは前売り3900円、ただいまファニーと KBS 京都事業部で絶賛発売中です。詳しくは京都リアルのホームページ X をご覧ください。井上聡が生で見れるのはこのイベントだけ。はんなり京都、 KBS 京都ラジオ。 KBS 京都ニュースです。ニューススタジオの愛のアナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。自民党派閥の裏金事件を受けた政治資金規正法の改正に向け、与野党が今日開いた衆議院政治改革特別委員会の理事懇談会で、自民党は政策活動費の使途公開に関し、改善の余地がある、もう少し時間が欲しいと述べました。野党が求める企業団体献金の禁止については、合理性がないとして応じない考えを重ねて示したほか、連座制導入も自民党の案を見直す考えはないと説明しました。理事懇談会は一旦休憩となり、午後に再開される方向です。一方、公明党の山口代表は、今日の党中央幹事会で、自民党が昨日示した修正案について、そのまま賛同できない、透明化を図る思い切った決断を求めたいと述べました。与野党協議の難航により、自民党が目指した今月中の衆議院通過は困難な情勢です。代わって、リニア中央新幹線の工事の推進を掲げる鈴木康智氏が静岡県知事に就任したことを受け、JR 東海社長は、県と一段と密接に意思疎通したいと述べました。JR 東海の丹羽俊介社長は今日、静岡市内で記者団の取材に応じ、
リニア工事の推進を掲げる鈴木氏の静岡県知事就任を受け、これまでも県と連携してきたが、一段と密接に意思疎通したいと述べました。川勝平太前知事が着工を認めなかった静岡工区については、一日でも早く着手したいとし、地域のご理解、ご協力を得られるよう、双方向のコミュニケーションを大切にしながら、真摯に対応したいと語りました。次に、京都府の少女とのみだらな行為を撮影するなどしたとして、岐阜県合土町役場の元課長の男が、昨日千葉県警に逮捕されました。わいせつ目的面会や性的死体撮影処罰法違反の撮影などの疑いで逮捕されたのは、岐阜県合土町に住む合土町役場の元課長、河合誠容疑者56歳です。千葉県警の調べによりますと、河合容疑者は合土町課長だった今年1月下旬、京都府内で当時中学生の少女と会い、ホテルで現金を渡して、わいせつな行為をするとともに、スマートフォンで撮影して、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。千葉県警は、別の児童ポルノ事件の捜査をきっかけに、河合容疑者の行為を把握したということです。河合容疑者は今年1月、SNS で少女と知り合い、面会を求めたとみられます。その後、合土町役場を退職し、会社員になっていました。おしまいに、茨城県内の事業者がタイから輸入したマンゴー合わせて285キロから、基準値のおよそ4倍の農薬が検出されたことが明らかになりました。これは、茨城県が昨日発表したもので、マンゴーは今月17日と18日に、神奈川、兵庫、群馬の各県の飲食店や水戸市の食品販売店などに出荷・販売されていて、土浦保健所は食品衛生法に基づき回収を命じています。ただ、食べても健康に影響を与える可能性は低いとしています。茨城県によりますと、成田空港検疫所が行ったモニタリング検査で検出され、おととい、厚生労働省から連絡を受けたということです。こうしたことから、茨城県は出荷先の自治体に連絡するなどして、回収や廃棄を呼びかけることにしています。以上、この時間のニュースは愛野がお伝えしました。天気予報です。現在、兵庫県淡路島に波浪注意報が出ています。これから今夜にかけて高気圧が遠ざかり、近畿地方には南から湿った空気が流れ込むでしょう。京都府と滋賀県は次第に雲が多くなり、夜遅くには南部を中心に雨が降る見込みです。明日の近畿地方は湿った空気や気圧の谷の影響で雲が多く雨の降るところがあるでしょう。今日日中の最高気温は京都で29度、舞鶴で30度、彦根は27度くらいの見込みです。明日朝の最低気温は京都で19度、舞鶴で17度、彦根は17度くらいの見込みです。明日日中の最高気温は京都で25度、舞鶴で26度、彦根は24度くらいの見込みです。以上、天気予報でした。KBS 京都交通情報です。日本道路交通情報センター京都の高島ゆかりさんです。お願いします。はい、お伝えします。高速道路などの状況です。名神高速は集中工事のため名古屋方面に向かう上り線が彦根インター付近で6キロ、この先は一宮インターを先頭に12キロ渋滞しています。舞鶴若狭道と京都縦貫道、山陰近畿道が工事のため今夜通行止めになります。舞鶴若狭道は舞鶴西インターと小浜インターの間、京都縦貫道と山陰近畿道は園部インターと京丹後大宮インターの間がいずれも上下線で工事のため、今夜8時から明日の朝6時まで通行止めになります。ご注意ください。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は2時前にお伝えします。
さあ、それではメッセージを紹介していきます。はい。ラジオネーム、エミ夫人さんからいただきました。はい。こんにちは。こんにちは。逃げたかったことですが、クラシック音楽に目覚めた友人。うん。二人でコンサートに行った時のこと。友人は初めて見る生のオーケストラに興味津々で、いろいろと私に質問攻め。うん。詳しくないんだけどなぁと思いつつ、うん。あれは第一バイオリンで、あれは第二バイオリンと伝えた後、うん。指揮者がメンバー紹介をする時間で、うん。私が答えた楽器は、バイオリンではなくて、ビオラでした。後ろから、プッと小さい笑い声が聞こえた。あと、うん、ビオラとつぶやきが聞こえてきました。それからの時間は長かったです。恥ずかしいですよね。これね、これも弱るわ。なんか生きて知ったかぶりをしてしまうみたいな、ね、違うかったパターン、ね、恥ずかしいパターンよね。紹介があるとは、ね、タイミング悪かったですね。さっき言ってくれたったやつね、はい、ね、しょうもろいやん。バイオリンや思ったらビオラでした。ビオラね。違い分かれへんもんな。違い分かんないですよね。全部一緒に見える、ね。僕もこれはよくあると思いますので、めげずに頑張りましょう。はい。間もなく1時です。スマイルのマーブル木曜日。40を過ぎて初めてパーマを当てたスマイル瀬戸と、40を過ぎてイコカを使えるようになったブーエー吉坂と、スマホ使用1周年の沢竹博之が KBS 京都から楽しいトークをお届けします。女性の皆さん、年を重ねるごとにお化粧がどんどん厚くなってもう嫌、若い頃みたいな薄化粧で過ごしたい、もう今更叶わない夢なのでしょうか。今日はそんなあなたびっくりしますよ。まさかこの年ですっぴんに自信がと話題のあの商品のご紹介です。美容液、コラーゲン、いえ意外なものなんですが、この番組でも大変好評で何度も紹介しているので、使っているよという方も多いのではないでしょうか。ご紹介いただきましょう。倉田さん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。毎回たくさんのご注文いただいております。マナラ化粧品のあの大ヒット商品のご紹介です。はい。もうもちろんマナラといえばピンときた方も多いと思いますが、うん、噂のあれですよね。うん、はい。若見え美人たちの間で話題のマナラホットクレンジングゲルです。はい。マナラホットクレンジングゲルと言いますと、あの温感クレンジング売上日本一に輝いて、もはや説明の必要もない大ベストセラー商品だと思うんですけれども、もう今どれくらい売れているんですか？はい、おかげさまで累計2200万本突破しまして、今11年連続で日本一を取り続けております。すごい、11年連続日本一ですか？はい。日本で一番売れているクレンジングゲルの座を11年間もの間ずっと取り続けるっていうことですよね。そういうことなんです、うん。今回この日本一のクレンジングを今ラジオをお聞きの皆さんに、なんとたっぷり2週間ワンコイン500円でお試しいただける2大キャンペーン用意しました。スタジオにもねあるんですけれども、この立派なボトルタイプで2週間も試せるんですか？そうなんです。あのこれでしたらお風呂にも置いておけますし、本当にこれがワンコイン500円っていうのはこれ嬉しいですよね、うん。はい、これは最後まで聞き逃せませんよ。はい、ぜひ聞いてください。まずは毎日のように寄せられる使っている方の驚きとお喜びの声をご紹介ください。はい、67歳女性です。半信半疑でしたが、使ってみると汚れはすっきり落ちるのに肌は潤う驚きのクレンジング。乾燥で困っていたのが嘘のよう、クレンジングを変え50代に見られるようになりました、うん。でお写真もねあるんですけれども、はい、これ本当に67歳見えないですね、書いても見えないですよね、思えないですね。本当に若々しい、本当お肌綺麗でね、若いですよね。はい、他にも若見え美人の方々のお写真、名前がお送りしました、はいはい、いかがでしょうか？あ、もう皆さん、はい、あれ書いてる数字が間違いかなっていう思うぐらいのかね。うん、本当に、まあ、明るいですもんね。明るくなる、笑顔も明るくなるね。で、秘密は何なんですか？秘密、はい、まずはですね、ちょっとお試しいただきたいと思います。はいはいはい、お手元のマナラホットクレンジングゲル、はい、手のひらに出して、はいはい、ゆっくりちょっとすり合わせてみてください。はい、じゃあ出してと。はい、あ、
まず、うん、あ、香りから気になりますよね、これ。これがね、いいな、これ。柑橘系のいい香りなんですよ。はい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 。うんうん、で、このクレンジングを肌になじませると、ポカポカあったかくなってくるんですよ。はい、そう、なりましたね。はい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 。なってきました？はい、なってきました。ポカポカポカって感じ。こうやって温めて毛穴を開いて、うん、毛穴の奥の汚れやくすみを落としてくれるんです。うん、これが洗浄力の秘密です。この温めるのが洗浄力の秘密なんですね。うん、そうなんです、うん。さらに一番のポイントが、このクレンジングしながらマッサージもできるんです。はい、汚れを落とす成分と潤いを与える成分が分かれるオイルクラッシュ処方の開発に成功しました。うん、マッサージにはハリアップなどお肌に良い効果があるんですよ。ほー、うん、ハリアップのマッサージまで。はい、確かにこのエステなんかでもお顔を温めながらマッサージとかしますもんね。そうなんですよ。でこちらはあの時間たったの20秒、うん、20秒で自分史上最高のハリ肌を目指せます。これがありがたい。20秒やったら毎日続けられそうですもんね、うんうん、はい、これだったらもうね、皆さん簡単に続けられると思います、うん、そして極めつきは乾燥による小じわを目立たなくすることもできるという高能評価試験済みの商品なんです。はい、こちらもお写真をお送りしました。いかがでしょう、はい、あ、すごいね、うん、アップの写真なんですけど、うん、あ、だから余計に違いが分かりますよね。違いが分かる、うん、いや、こう乾燥小じわも、いや、クレンジングってね、ただのお化粧落としじゃなくて、うん、ここまで進化したんですね。そうなんです、うん、マナラのクレンジングは年を重ねた女性のお困りごとに寄り添うため改良を重ねてきました、うん、あ、本当に実力ね、十分すぎるほど伝わりましたので、皆さんお待ちかねのご案内をお願いします。はい、かしこまりました。マナラホットクレンジングゲルマッサージプラスは通常2ヶ月分が税込み4180円なんですが、本日は2大キャンペーンのご案内です、はい、1つ目、まずはお手軽価格ですがたっぷりお試しいただけるよう2週間のミニボトルをご用意しました、うん、こちらのお値段がワンコイン税込み500円です、うん、あ、500円で2週間たっぷり試せるのは嬉しいですね。もうとにかくこの良さを分かっていただきたいのでちょっと頑張らせていただきました、うんうん、そして2つ目、今回送料はマナラ化粧品が負担しますので、うん、本当に500円ぴったりです。ああ、送料無料ありがたいです、うん、ただしこの2大キャンペーン初めての方限定です。今まで少しでも気になっていた方はぜひこの機会にお試しください、うん、何度も聞いた方もいるかと思うんですけれども、この2大キャンペーンは逃せませんよね。ちなみに注文してどれくらいで届くんでしょうか？今お電話をいただきますと、だいたい10日前後でお手元にお届けいたします。あ、それならすぐにね、始められますよね。はい。11年連続売上日本一の温感クレンジングが、ワンコイン500円でたっぷり2週間試せるチャンスということです。さあ皆さん、メモのご用意を。お電話番号をお願いします。お伝えいたします。お問い合わせは、0120-925-375。0120-925-375 まで必ずラジオを聞いたとお伝えください。最近お電話のおかけ間違いが増えておりますのでご注意ください。お問い合わせは 0120-925-375 0120-925-375 までお早めにお電話ください。倉田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 KBS 京都ラディオ AM1143 FM949。 現在34歳以上の方へお知らせとお願いです。消費者金融やクレジットカードキャッシングサービスを利用したことがある方々を探しています。2010年以前にこれらのサービスを利用した方は、返済時に余分にお金を返している可能性が出てきました。法律の改正によって、現在多くの方々に随時返金が行われています。少しでも心当たりのある方は、電話でご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂。0120-316-571、316-571、316-571。司法書士法人杉山事務所。隙間時間にリスニング、ラジオの美味しいところをギュギュッと詰め込んだラジコの KBS 京都ポッドキャスト、もうお使いですか？
過去に放送された番組の再編集版やミニ番組、オリジナル CM など多彩な音声コンテンツを無期限無料でお楽しみいただけます。ラジコアプリからポッドキャストをタップし KBS 京都で検索。新コンテンツも続々登場予定です。出会い、再会、お気に入り、 KBS 京都ポッドキャストでラジオ新体験を。この時間はラジオカーの時間です。マーブルラジオカーリポーターの西村愛さんを呼んでみましょう。西村さん、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、この時間は左京区岡崎にあります京都市京セラ美術館からお届けしていきます、うん、はい。今ですね、館内のいろんな会場で展覧会が開催されているんですけども、はい、村上隆もののけ京都、うん、そして島遥仮縫いと野良仕事、はい、またキュビスム展美の革命や、はい、金曜ロードショーとジブリ展が開催されています、はい、うん、瀬戸さんも先日金曜ロードショーとジブリ展見に行かれてたそうですね。そうです、先月かな、うん、はい、奥さんと2歳の息子を連れて見に行きました。すごい人もいっぱいいましたし、うん、大人が見てもね、詳しい説明がいろいろ書いてくれてて、ね、文字もいっぱい楽しくて、うん、で子供は子供で写真スポットもいっぱいあるし、写真スポット、どの作品の写真スポットで撮影されました？もののけ姫のね、はい、ポスターの主役に自分がなれるようなとか、うん、まあ宅急便、あ、魔女の宅急便、ごめんなさい、ごめんなさい、魔女出て情が出ないんですか？情が出なかった、ごめんなさい、まあなんとかの宅急便、いえ、魔女よ、魔女よ、魔女の宅急便とか、ポニョになれたりとか、なんかもう子供もめちゃくちゃ楽しいスポットがいっぱいありました。そうですか、はい、この金曜ロードショーとジブリ展は、ね、完全予約制で、あの日時指定でもう先々まで予約が埋まっているということで、今日も、ね、たくさんの方が来られています、はい、でその他の展覧会は今日ふらりと来ても入ることができたりしてね、うんうんうん、はい、あの島遥さんの仮縫いと野良仕事はギャラリーの方で開催されてて、こちら若手作家の方を紹介するスペースなんですけど、うん、入場無料なんですって。そうなんや。そうなんですよ。ということでいろんな作品を楽しむことができる京都市京セラ美術館なんですが、はい、なんと今日もですね、見てきたよの感想を話してくださるということで、はい、うん、素敵なお二人にお声掛けしたら聞きたい、うん、いただきましたのでご紹介したいと思います。では、あだ名でも下の名前でも OK ですのでお名前お願いします。ゆかりと言います。ゆかりさん、そして、はい、マリです。マリさん、ゆかりさんとマリさんにお越しいただきました、うん、ゆかり、マリ、お二人ともりがつきますけども、どんなご関係なんでしょうか？と親子です。お母さん、はい、娘さん、はい、そうなんですね。お母さんがマリさん、はい、そして娘さんがゆかりさん、素敵な、とてもおしゃれなね、お二人なんですよ。しかも親子でいいですね、美術館っていうのは、ね、親子で美術館はよく行かれるんですか？そうですね、うん、あのお休みが合うと、はい、あの出かけたりします。うん、はい、今日はこちらの美術館にはお母さん娘さんどちらの方から行こうってお声掛けされたんですか？私です。はい、そうですか、はい、娘さん、ゆかりさんのお目当てはどの展覧会なんでしょうか？うん、さっきあのスマイルさんが言ってはった金曜ロードショーを予約してきました、はい、もしかしてこの茶色い紙袋はそうですか？そうそう、グッズもね、グッズもいっぱい買えたりするんですよね、何かグッズとか買われたんですか？なんかポストカードとかクリアファイルをやっぱり可愛いので買いました。はい、実際にご覧になってお母さんちらっと感想を聞いてもいいですか？どれも、金曜ロードショーとかで本当に見た、作品、うん、でなんかすごい懐かしい、思いもしましたし、はい、すごいめっちゃ楽しかったです。そうですか、うん、
またね、親子で来られてたら小さい時見てた作品やねとかもあったりしました？ありましたね。トトロとかがなんか金曜ロードショーで見たので、私、はい、毎年毎年やっぱり上映放送されてますね。はい、なのでそれで懐かしいなと言いながら年代振り返って見ていきました。そうですか。今この話でね、お母さんもうんうんって笑顔でうなずいた後、それぞれのね、来られてる皆様の思い出がきっと蘇ってくる展覧会なんやなって、私まだ見てないので、ね、いろいろ教えていただきたいなと思って。その映画が流行った年々の社会的に流行った流行した歌とか出来事、はい、ニュースとかも同時に掲載してくれているので、本当に懐かしい、うわこの時こうだったっていう鮮明に思い出せるんです。並列して知れるんです。そうそうそう。瀬戸さんの思い入れの深い作品って何ですか？僕もね、だから隣のトトロを子供の頃見て何回も見た記憶があったんですけど、うん、その隣のトトロが流行った時には、うん、日本経済はこんな感じだったとかいうのも思い出すし、うん、なんで隣のトトロがここまで人気出たのかというのも掲載して書いてくれてるんで、そんなもすごい興味深かったです。あ、こういう流れでジブリって流行っていったんだとか、うん、認知されていったんだっていうのが、うん、吉高さんはいかがですか？ジブリの作品で好きな作品あります？すいません、僕も隣のトトロです。臨機応変でええから別にええけど、ラピュタです。佐竹さんいかがですか？あ、はい、僕はあれです、お父さんとお母さんがご飯食べるの、あの肉とか美味しそうで、あのほら豚になってまうやつ、千と千尋ね。そうそう、あの、はい、あの肉とか美味しそうじゃない？美味しそう、食べたい、食べたい、食べたい、あれ美味しそうで、ジブリのご飯ってあんな美味しそう、ね、わかる、ほんま美味しそうですよね、うん、もうなんかちょっと一言何の作品が好きですかって聞いたら、もう今も本当にもうわちゃわちゃわちゃとトークが盛り上がって、うん、本当にこういう感じでね、なんか娘さんとお母さんでもそれぞれやっぱお好きな作品って一緒ですか、違います、どうですか？お母さんどうですか？私はあの隣のトトロなんです。もう録画して、うん、もう何回も何回も、うん、あのこの娘が見てた覚えっていうのですか、また見てんの、また見てんのってもう覚えるくらい見てたっていう記憶がね、このオグストが子供の時にあるんです、うん、だからすっごい印象深いですね。いや、その娘さんの幼い頃の姿も一緒に蘇ってきて、そうですね、うん、うん、なんかほんまに また見てる、また見てるっていうのがあったから、分かりますって言ったら、私もそうやったし、私の娘今4歳になったんですけど、はい、もうトトロ毎日見てますね。毎日見ますね、うちも見てますね。あの私の孫なんですけども、うん、その子もまた見てるんです、うん、だからトトロってどんだけこう人を引きつける力があるんやなっていうのをすっごい思いました。本当世代を超えて楽しめる展覧会ですね、うん、本当にもう見応えがあるし、もうぜひおすすめです、うん、楽しいです。先ほどのカフェにも行かれたそうですね。なんかポニョ、ポニョ の、 あの船をモチーフにしたあの展示物があって、うんうん、はい、でコラボしたメニューをして貼って、めっちゃ可愛いって言って、もう食べました。そのコラボのメニューって飲み物、食べ物、どんなもの？飲み物です。なんか3種類ぐらいあって、で他の展覧会のコラボメニューもして貼ったので、なんかどの展覧会行っても多分楽しめるんちゃうかなって。実は私もさっきちらっとねお邪魔したんですけど、エンフューズさんね、カフェね、あのキュビスム店と、あと村上隆もののけ京都、村上隆さんの作品とのコラボの和菓子もあったりとか、お花のピンクの可愛いのね、うん、あって、でポニョのもあるんですね。これ全部制覇したいですね、うん、そうですね、うん、でも今日はあのジブリ店を見に来たんで、自分あのジブリとコラボしたメニューにしようって言って、うんうんうん、そっちの方にしました。そうですか。
でこちら の, あの京都市京セラ美術館はこの金曜ロードショーとジブリ展を見に来られた方も実はこちら今フリースペースにいるんですけどね、はい、あの村上隆さんの作品も実は楽しむことができて、うんうん、あの京都市京セラ美術館の日本庭園がこの目の前にありまして、でこの日本庭園の池のど真ん中に、うんはいね、村上隆さんのお花の親子という作品があってね、瀬戸さん今そうそう言ってはりましたね、はいはい、もう隅から隅まで楽しめました。なんか得した気分でした、いろんな作品に触れ合えれて、ね、このお花の親子は、うん、なんと高さ13メートルなんですよ。でもう金色に輝くお花の親子がニカッとねお手手をつないで私たちの方を見てくれてるんですけど、下に大きなルイ・ヴィトンの巨大トランクがありまして、実はこの京都の展示のためにこのトランクが新たに作られて提供されたということで、もともとこのお花の親子自体は東京六本木で先に展示されて、ご覧になってた方もたくさんいらっしゃる中、京都の展示のために新たにこのルイ・ヴィトンとのコラボの巨大トランクがやってきたということで、先ほど広報の方にお話を聞いたら、正面だけじゃなくいろんな角度から楽しんでくださいと。で私たちね一緒に見てきたんですよね。はい、見てきました、ね、いかがでした。いやこの私真正面からしか知らなかったので、うん、教えていただいて後ろ回った時にまた表情が違ったので、いや見応えあるなと思って見てみました。お母さんもちらっと聞いてもいいですか感想。うん、あの本当に見応えのある、うん、すごい素敵な、ね、あの 作品ですよね。なんかぐるっと回って表情がまた違うっていうのもすごくいろんな発見があってとっても楽しいですね。いや本当になんかへーと思って、なんかこう隠されてる、なんかね、ポイントポイントがすごく楽しいし、うん、なんか、ま、ヴィトンっていうなんか、うん、本当にブランド、うん、でこういう作品があるのってすごいこうなんていうんですかね、面白いなって思いました、しかも今あのこの手前には白爪草が満開で、であの春には桜、5月初めには藤棚のお花が満開だったそうで、季節によってまた景色が変わっていくんですって。で村上隆さんの展覧会って9月1日までなので、はい、これからまたいろいろと見ていきたいなと思いました、ね、ちなみにこのお花の親子はあのフリーのスペースということで、展覧会をご覧になってない方でも入ることができる日本庭園なので、はい、本当に道を歩いてたら、ね、見えてくるんですよ。で中に入ってね、あの日本庭園の和の風景、京都の景色を楽しみながら作品も楽しめるというスポットになっております、うん、でね、なんかこの京都に来られて、ちなみにどこから来られたんですか。あと城陽市っていう今、はい、サンガ、はい、そうです、ね、はい、あのスタジアムが、スタジアムというか練習場がありますね、はい。いやーでもなんかあの京都、地元京都でね、なんかこういう風にアートが楽しめるっていいですね。そうですね、うん、とっても見応えのある今日は展覧会になったんで、うん、すごく嬉しいでした。この後はどちら行かれるんですか。この後はちょっとあの新風館まで移動してかき氷を食べようかなと思ってます。いいな、暑くなってきましたしね、この後もゆったりと親子時間楽しんでください。ありがとうございました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 。この時間は京都市京セラ美術館にお越しになっていたマリさん、ゆかりさん親子にお話を伺ったラジオカーリポートでした。
通さない記憶が、うん、思い出させる。いつかはいつかは浮かばれると信じていた。でも気づけば5月10日配信リリース、川崎鷹也憧れでした。54のラブストーリー、若菜ゲ。辛さを隠し表面上は穏やかでいた紫の上はついに病に。光源氏はそばを離れず看病します。その隙に柏木は思いを寄せていた女三宮のもとに忍んでいきます。そして彼女は解任。源氏の怒りは凄まじく、恐れおののく柏木。源氏は受け入れるしかありません。過ちが繰り返されただけ。平安から鎌倉にかけ門跡寺院として高い格式を誇ったお室の仁和寺。女三宮の父朱雀院の出家先はこの寺院をモデルにしたと伝わります。朱雀院の娘を思う親心に端を発した悲劇は物語に暗い影を落とします。マーブルビート、このコーナーはチームマーブル全体で素敵な音を奏でていこうということで、4曜日共通のコーナーとしてお届けします、うん、今日のお題がこちら、鼻歌クイズ、うん、というわけで、誰もが一度は聞いたことがある有名な曲を鼻歌で歌って曲名を当てるというゲームです、うん、鼻歌で歌う部分はイントロでもサビでもどの部分でも OK です、うん、制限時間は3分、お題はくじを引いてパスは1人1回まで可能です。うん、イントロ、イントロですね。鼻歌で伝えて、サビでもいいっていう。まあ、ね、伝わる部分をいかにチョイスできるかみたいなことですね。はいはい、ちなみに月曜日が、1回、1個、少な、火曜日が2個、はい、水曜日が9。9、すごいな。9。この差は何？チキチキジョニーさん、えぐ、はい。パイセンが1回パスして、はい、2回目も知らん曲で終わったんちゃいます、はい、パス1回しかできない。そうそうそう、はい。無駄な散歩やったじゃん。絶対、パイセン、みんな知らん歌が話させてると思う。9越したいね。うわ、越したい。木曜日1位取りましょう。うん、じゃあ、順番で。はい。ここのくじがあるから、これを引いて順番に時計回りでいきましょうか。はい。瀬戸吉高さん、竹さんみたいな感じで。はいはい、誰から行きましょう、うん、はい。じゃあ、
僕から来ました、はい、僕も知らん曲出てくると思うんで、うん、せめて2ポイント取れるように。ちょっとこの世代もねちょっと違うから佐竹さんと、はい、だからそうか2ポイント取るために僕が最後の方がいいと思うんですよね。そうか、今日リクエスト曲何流しましたっけ。今日本田美奈子さんです。そうですよね、はい、あそっか、うん、そうやね。うわー、うん、佐竹さんが、まあ、だからどの世代の曲が入ってるかやな、うんうん、じゃあ行きましょうか。はい、はい、参りますよ。マーモクチームの鼻歌クイズ、制限時間3分です。僕からいきます。はい。はい、スタート。さあ、じゃあ行くよ。頼むよ。当ててよ。はい。はいはい、ちょっと待ってや。はい。うん、行くよ。はい。わかるよ。はい、なんでもないようなことが知らない。はい、はい、はい、はい。ロードか、正解、正解。僕出てこんかった。もっとパッと言ってよ。ロードが出てこんかった。よっしゃ、急いで、急いで。あ、行くよ。はい。なんで聞いたかい。え？あ、will follow you。あ、そうそう。赤いスイートピー。そう、正解。赤いスイートピー。オッケー。佐竹さん。オッケー、オッケー。はい。佐竹さん、頑張って。はい。固まってるやん。勝ててこないやん。早く。早く。これどうなったかな。佐竹さん、早く。あんまそっち側のパスないから。パス出題者側のパスないって。まあ、いいよ、いいよ、パスって。珍しいって。急げ。全然わからん。ハンドドッグ、ハンドドッグ。ハンドドッグ出る？ハンドドッグ出る？お題で。え？サビサビサビ行って、サビ行って、サビ行って。何言ってんの？ずっと何言ってんの？え、これですよね。え？ちょっともう、もう。レモン、レモン。じゃあ違う。え、何？もうちょっと分かりやすく。こんにちは。歌高い。私たち。あ、たち。今のはセオで。はい。タッチ。そう。タッチ。お前がタッチやん。嘘やん。もう一回さ、ホタルの光違う。何何全然わからん。え、待って。あ、はい、トンボ。トンボで。全然わからんって。終わった。終了です。何個いった？ちょっと待ってよ、問題作やって。これは、正解何個いきましたか？我々は。6。正解は6個でございます。9個せてたって。ほんまや。ちょっとタッチやわ、タッチ。いや、タッチ分かりませんでした。こんにちはが出てこない、分かれへんの。タッチ、もう一回言って、何言ってた？え、サビ、サビですよ。うん。ああ、それ言うたらわかるか。え、最初の方がわかりやすいかな。言いましょう。そうね。呼吸を止めてやん。顔がめっちゃうるさかった。なんでな。じゃあ、ほんで、沢竹さんも一個だけ。沢竹さん、何レッドイッテビーがいつもね、イエスタデイしか出てこなかったんですよ。レッドイッテビーってどんな曲でしたっけ。レッドビー。レッドビー。
うん、あ、そうそうそう。めっちゃ言っていいな。すぐ出せたや。沢竹さんめっちゃしゃくり上げるから、そうね、か口が。そっちに目いっちゃうんですよ。そうやね、はい。目閉じて聞いてくださいよ。トンボの時のしゃくり上がり具合、すごかったよ。すごかった。もう立ち上がってたもん。いやいやいや、高い音出へんだから、引くせなあかんねやと思って。はい、うわぁ、うわぁ、気分をしたかったな。惜しかったな。これわかります皆さん。クイーンのボヘミアン・ラプソディ。あぁ、どんな、聞いたらわかんねえ。あ、みんなわからん。ビビロッキーじゃないもんね。ボヘミアン・ラプソディはな、俺も映画見たから。ああ、聞いたらわかるけど。僕見たけど忘れちゃったんですよ。出題者側のパスってあんまないよ。ちょっとあの、音程、みんな悪いよね。いや、ほんまに。いや、僕、沢竹さん合唱部でしたっけ、はい。うん。やから、綺麗な鼻歌の、なんか、そうそうそう。来れるのかなと思ったら、うんうん、全然、一番汚かったっすよ。そんなことないっすよ。いやいやいや。なんか、鼻歌じゃなくて、ハウハウハウって、ほぼハウハウで歌ってましたよ。あと、どんなことですか、沢竹さんやってください。知らない。綺麗な合唱部の鼻歌聞きたいっすよ。知らないっす。え、知らない見せてください。はい。知らん、よそこわかるよ。知ってます？ふん、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 ダンシングクイーンやろ。そう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 。ふん、ふん、ですか。いやふん、ふん、ふん。あ、わかります、わかります。あ、なるほど。いや、これはちょっと、ちょっとダメでしたね。恥ずかしかった。こんなもん聞かれてたと思うと。まあでも2位ですからね。ほんまに収録やったら全勝ったや。そう。ほんまに恥ずかしい、全員の。逆に生でよかった。ハフハフ。沢谷さんのハフハフと、瀬戸の音痴具合と、音痴吉高のめちゃくちゃキーの高い鼻歌と。タッチはなんであのキーで鼻歌入るん？いやいや、いつもあの原曲キーで歌うんですよ。いや、だからそのキーに合わせたんです。わざわざ上げて。いやいや、上げたつもりなんですよ。僕の中ではもう原曲キーなんで。はい。ということで、優勝は水曜日はね、9個のチキチキジョニーさんでございまして、我々は6個の結果になりました。残念でございました。はい、今週はマーブル各曜日で、鼻歌クイズ選手権をお送りいたしました。以上、マーブルビートのコーナーでした。マーブル木曜日。スマイルのマーブル、スマイル瀬戸とウーゲイのシャカと沢竹裕之が KBS 京都からお送りしています。みんな聞いたてや聞いたてや。ではメッセージを紹介していきましょう、はい、ラジオネームふーさんからいただきました、はい、思わず逃げたくなったことですが、まさに今朝の息子です、うん、先日番組の一番最後に折りたたみ傘かレインコートの二択のメッセージを読んでもらったものですが、あ、多分幼稚園かそんなんやったかな、うん、なんかの、今日から生まれて初めての宿泊行事で、うん、緊張する行くの不安とえずいていた息子でした、うん、そんなに緊張せんでもと思いながらも親の私もドキドキで送り出しました。あ、そっか、初めての。あ、こう、うちの息子もまさに、うん、5月から、ほうほうほう、5月の2週目からの金曜日から毎週金曜日、うん、幼稚園の体験、はい、を1年間行かし、行くことになったんですよ。で、先々週の金曜日に初めて行って、うん、はい、その時はまあ、奥さんが送って行って、はい、2時間ぐらいかな。うん、だから初めてですよ、親元から離れるのは。今でずっと家におったから、はい。最初の1回目は、普通に何のことかわからんから、連れて行って、砂場とかもあるし、幼稚園やからバイバイって言って帰ってこれたけど、うん、2回目の時に、もう自分で分かったんやって。うんうん、あ、ここ来たってことは、あ、ママ途中で帰るんだってなって、はい、1回目は気づかんと何のことかわからんまま、うんうん、ママがおらんくなってて、うんうんうん、2回目になると、連れて行って、じゃあねって言ったら、うん、ここに来たらママがいなくなるっていうの分かった感じで、ギャン泣きしたんやって。普通のママ離れですよね。で、2時間ぐらい過ごして、まあ最後はなんかお友達と一緒に砂場で遊んだりしてたらしいんですけど、うん、で、明日が3回目やから、うん、明日がだから、どっちかなと思ってるんですよ。どう出るか。嫌な感じやったらまたここ来たギャン泣きするけど、はい、楽しい場所と思ってくれてたら、普通にお友達がいっぱいおる場所だと思ってくれると思うので、ちょうどまさに今この感じです。そうね、一発目がね、ドキドキよな。ドキドキやもんね。涙出るな。いや、ほんとそうよ。なんかな、頑張ったんやなと言うて。親はずっと降りたい気持ちやけど。はい、そう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 。そうにはいかし。でも成長のためには一人にさせないとあかんし、というので、
頑張ったなって抱きしめたわ。こっちも泣きそうになったわ。いや、わかるわかる。わかるよな、そうなるよな。寂しいもん。はい。じゃあこちら、ラジオネーム、あ、これ、うんこちゃんでいいんですよね。そうなんでしょうね。でも運動の運に子供の子やからうんこちゃんでいいですよね。はい、うんこちゃんです。いや、言いますよ。お三人さん、こんにちは。毎週楽しい放送ありがとうございます。ありがとうございます。私の逃げられないは、昔のことですが、婚約です。うん、私は昔の習わし通り、結婚前に婚約をしたのですが、なぜか婚約したあたりからモテ期が来たのです。相手は3人。うん、今結婚して20年を超えますが、うん、あの時婚約さえしていなければ結婚しなくてもよかったはず。納得してないですかね。今の話。あの時の3人の誰かと結婚して楽しい人生だったかも。とか考えては悔やまれる毎日でした。今はもう諦めています。上吉坂さんの奥さんとの話は面白いです、うん。うちの旦那と私のやりとりも似ています。あ、僕みたいな感じなんですかね。ってことやね。はい。全国の旦那さんみんなそんな感じなのかなという。結婚した途端にモテ期が来て。ねえ。うわ、やって、いや、あちゃーって言った。はい、あちゃー。顔も条件も良かったんでしょうね。これ旦那さん聞いてたらどうするんですか、これ。はい、で、今は、今の方が幸せですと書いてないですもんね。うん、諦めただけですもんね。そうです。諦めていますって書いて。諦めています。だって悔やまれる毎日ですね。悔やまれています。はい。全国の旦那さん。いや、まあでも僕もまあ怒られますけど、スーパーマラドーナの田中さんも、ほんまにね、何もできなくて、しょっちゅう奥さんに怒られてますね。もう何するにも奥さんに頼ってますし、だからいつも仲良くて家族ぐるみでイオンに行って、うん、奥さん同士は買い物、で、お父さんは、子供たちと一緒にゲームセンターで遊ぶっていうので、もう開始早々で、はい、田中さん二人子供おるんですけど、長男の5歳の子を見失って、そこ奥さんに怒られて、なんで見とかんのみたいな。で、ごめんって田中さんも言うて。田中さんも、そう。そんな感じだ。そうそう、ごめんって謝って、ほんで、見つかったりとか、そうです。で、この前、お家に遊びに行った時に、なんかほんまに下の2歳の子、田中さん、はい、子供、男の子がすごい暴れ回るよね。それでもめっちゃ大変で、めっちゃしんどくて、うん、で、その間、僕の奥さんと田中さんの奥さんもこう、買い物行ってる、ちゃんと見といてなって言われたのに、しんどすぎて、もう田中さんがその、下の2歳の子を、子供の囲いの網網、サークルにしんどくて、入れて、もう天井ずっと見てんすよ。こいつサボっとるやん、みたいな。で、子供もわーみたいな。遊びたいのに、わー言ってんのに、もうしんどすぎてもう天井見てんすよ。ほんで、奥さんだからただいまって帰ってきたら、すぐに子供出して。なんか、あたかも遊んでるかのように。して、田中さんやな。ほんで、ちゃんと遊んでたって聞かれて、僕がチクって、はい、ごめんって、はい。チクった、はい、すぐサークル入れてたよって。ごめん。すぐチクったった。チク、はい、るなや。いやいや、だって、ちゃんと遊んであげてねって言われてんのに。田中さんが悪いわな。いや、確かにね、男の子すごい暴れ回る、ね、しんどいんですよ。ね、ずっと机の上乗ったりとかするけど、うん、いや、でもあれ見てれんかった、ほんまに。なんか見たかも見てしまった瞬間ですよね。サークル入れて。オッケー、いってらっしゃい、いっぱい遊んどくね。ねえ。で、ガチャンって鍵が閉まった瞬間に。閉まった瞬間に。サークル入れて。下の子、サークル入れて、一人でぼーっと休憩して。かん。こんなんダメよ。だから、お前もさ、そう、田中さんを見てるし、田中さんも吉高見てるから、うん、お互いが成長し合えんのじゃん。で、そう、しないんですよ。お互いがなんか、お互いがあるあるのことをやりまくってるから、ダメおったとしてのあるあるをやり合ってるから、そっちでなんか満足してまってんじゃん。自分を見てるようで、ほんまに。なんかすごい。でも、チクりました。チクるんや。はい、それもちゃんと。もう仲間なのに。はい、そうです。まあ、頑張りましょう、子育てもね、はい、田中さん。よろしくお願いします。ね、はい。続きまして、ラジオネーム、あられちゃんかわいいなさんからいただきました。スマイルさん、沢竹さん、こんにちは。こんにちは。メッセージテーマの、思わず逃げたくなったことですが、うん、親の介護です。
急に精神病になってしまったんです。だんだんとそうなるならこちら側も心の準備をする時間取れるんですが、急には辛いですよね。最近は自分が事故で肋骨を骨折してしまいました。くしゃみも咳をすることも痛いです。そして笑う時が辛いんです、うん、できれば痛くないように過ごしたいんですが、うん、ラジオが面白すぎて笑いからは逃げられない。今日も何回もうずきました、うん、木曜日は面白すぎます。麻木を聞くことからは逃げられませんね、という。いや嬉しいお言葉でございますけども、ぜひラジオを聞いて頑張っていただきたいと思いますよね、はい、月曜から水曜聞いといてもらいましょうか。そうですね、木曜聞かずにね。いやいや、そうやったら笑えない。そんなことじゃないですか。違う、全曜日面白いですよ。そうです、はい、全曜日楽しいですけども、こうやって聞いてちょっとでも元気になれる時間があれば、そうですね、ありがたい意見でございますので、はい、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、ということで本日は逃げ出したいというトークテーマでございまして、うん、みんないろんな逃げたいがあるね。そうですね、その場の逃げたいもあれば、うん、はい、人生において夫から逃げたい意見もあったし、あったし、様々でしたね。はい、田中さんはあの子供を逃げ場のないとこに入れて自分は休憩して、はい、子供が逃げたかった話やった。わーって、2歳の子供が逃げたかったという話やった。そうですそうです。ほんまに頼むで、ちゃんとしてよ。田中さんも現実逃避してますから、天井見て、ね、でもほんまテレビと同じですね。ほんまにそうですよ。ほんまそうですね。ほんまですよ、田中さん、ね、ほんまそうやな。うん、本当にたまに田中さんの車乗ってるのを見るけど、うん、絶対奥さんが運転して、うんうんうん、で2列目のシートにお子さん2人が座って、うん、はい、3列シートの一番奥の方に田中さん1人とポツって座ってるから、そうなんですよ。で僕もその隣に座るんですよ。あの、一応お出かけするときに。パッて見たらもうほんまによう寝てます。助手席にも座ってはらんよ。座ってないよ。3列シートの一番後ろ。一番後ろの隅っこの方で、旦那が、旦那が救急で、ぶら下がってるなんかティッシュ箱にちょっとツンツンで当たりながら寝てるんですよ。はい、でも休養タイムなんですよね。そう、ここがチャンスやもんね。はい、そら奥さんも大変やわな。大変ですよ、本当にもう。はい、まあ頑張りましょう。みんなそれぞれの逃げ出したい場所があると思いますけども、はい、頑張って生活していきましょう、はい、メッセージたくさんありがとうございました。はんなり京都 KBS 京都ラジオ、 KBS 京都ニュースです。ニューススタジオの宮本アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。共同通信によりますと、岸田総理大臣とアップルのティム・クック CEO、最高経営責任者が今日オンラインで会談し、来年の春から iPhone にマイナンバーカード機能を搭載すると確認しました。林官房長官が記者会見で明らかにし、スマホ一つでカードをかざす必要なく、生体認証で安全に利便性を享受いただけると語りました。iPhone でマイナ機能を使えば、子育て支援や引っ越しの手続きをオンラインで申請したり、コンビニで住民票や印鑑証明書を発行したりすることが可能になります。総務省によりますと、総人口に占めるマイナカードの保有率の比率は、先月末時点で 73.7% で、利便性が高まることで取得に弾みがつく可能性があります。消防によりますと、今日午前9時前、山梨県の陸上自衛隊北富士演習場で手榴弾を使った演習中に爆発したと通報がありました。一人が意識不明で病院に搬送されました。陸上自衛隊北富士駐屯地によりますと、負傷したのは手榴弾を使った訓練をしていた自衛隊員ということです。北富士演習場は山梨県富士吉田市と山梨県山中湖村にまたがり、静岡県の東富士演習場に接しています。大阪公立大学の研究室から毒物の青酸ソーダを盗んだ疑いで昨日逮捕された大学院修了生の男が、毒物の保管庫の鍵が管理されていた箱を複数回開けた履歴が残っていたことが警察の話で分かりました。男はこの時期に盗んだと説明し、警察が調べることにしています。去年8月に青酸ソーダを盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪公立大学大学院を今年修了した滋賀県甲賀市の会社員、竹林正史容疑者30歳です。警察の調べによりますと、箱のカードリーダーに学生証をかざすと、青酸ソーダや青酸カリなどが入った
保管庫の鍵を自由に取り出すことができ、竹林容疑者が開閉した履歴が管理システムに残っていました。警察によりますと、竹林容疑者は、父親を殺害するために盗んだ、就職のことを口うるさく言われたと話しています。また、一部を袋に小分けして持ち帰ったと説明し、残りは研究室で捨てたと話しているということです。おしまいに、京都府の少女とのみだらな行為を撮影するなどとしたとして、岐阜県郷土町役場の元課長の男が、昨日千葉県警に逮捕されました。わいせつ目的面会や、性的死体撮影処罰法違反の撮影などの疑いで逮捕されたのは、岐阜県郷土町に住む郷土町役場の元課長、河合誠容疑者56歳です。千葉県警の調べによりますと、河合容疑者は郷土町課長だった今年1月下旬、京都府内で当時中学生の少女と会い、ホテルで現金を渡して、わいせつな行為をするとともに、スマートフォンで撮影して、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。千葉県警は、別の児童ポルノ事件の捜査をきっかけに、河合容疑者の行為を把握したということです。河合容疑者は、今年1月、SNS で少女と知り合い、面会を求めたとみられます。その後、郷土町役場を退職し、会社員になっていました。この時間のニュースは宮本がお伝えしました。天気予報です。現在兵庫県淡路島に波浪注意報が出ています。これから今夜にかけて高気圧が遠ざかり、近畿地方には南から湿った空気が流れ込むでしょう。京都府と滋賀県は次第に雲が多くなり、夜遅くには南部を中心に雨が降る見込みです。明日の近畿地方は湿った空気や気圧の谷の影響で雲が多く雨の降るところがあるでしょう。明日朝の最低気温は京都で19度、舞鶴で17度、彦根は17度くらいの見込みです。今朝と比べて5度から6度ほど高いでしょう。明日日中の最高気温は京都で25度、舞鶴で26度、彦根は24度くらいの見込みです。以上、天気予報でした。KBS 京都交通情報です。日本道路交通情報センター京都の高島ゆかりさんです。お願いします。はい、お伝えします。京都の一般道路の渋滞状況です。国道1号線は大阪方面からの北行きが伏見区赤池で600メートル渋滞しています。京都市内中心部の烏丸通りは南行きが烏丸五条で700メートル、東大路通りの南行きは東山五条で600メートル渋滞しています。府道宇治小屋線は和塚町別所で土砂崩れのため両方向とも通行止めになっています。ご注意ください。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は3時前にお伝えします。さあ、そろそろお別れの時間です。まずはラジオ課の西村愛さん、今どこにいるんでしょうか。西村さん、はい、先ほどの京都市京セラ美術館の近くにおります。はい、先ほどインタビューの中にも出てきたカフェなんですけども、はい、実はですね、金曜ロードショーとのコラボもありまして、ポニョの、ね、デザート、あ、ドリンクかな、はい、あるよみたいな話もあったんですけど、はい、見つけましたよ、ビール大好きな皆さんに、金曜ビールショーって書かれた瓶ビールがあったんですよ、はい、あ、それ見たかも。見ました。僕もね、はい、お昼間だったんで、ちょっと買って外で飲みたいなと思ったんですけど、夜やったら飲もうと思ったんですけど、興味はあったんですよね。見事な、ね、茶色い瓶ビールが、ね、うん、ありまして、ね、瓶ビールとあとジンジャーエールも並んでて、うんうん、まあ、これいいなと思って見てたんです。うん、こういう感じで、ね、もうグッズも面白いグッズがたくさんありますし、はい、コラボフード、コラボメニューも楽しみなので、ちょっと私この後寄って帰ろうかなと思って。あ、いいですね、あ、いいですね、ここからもプライベートで、はい、プライベートでゆっくりちょっと楽しませてもらって、また写真もね、あのマーブルの SNS にアップしますので、うん、気になる皆さん覗いていただけたらと思います。はい、また来週もどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ほんまに行ってください、ジブリ展めっちゃ良かったですよ、ほんまに。
お子さんめっちゃ喜んでよしたから。いや本当やね、ちょっと行きたいのと一緒に。今だから、小学校2年生やろ。そう一番ジブリなんか好き。でも大好きやもん、ほんまに。何が好きなん、子供はジブリやったら。でもほんまにあのベタにトトロが大好きやから、そういうのちょっと行きたい。グッズも普通にいっぱい売ってたし、そこでしか売ってないのもいっぱいあったし、なんかずっと見れた、ずっと歴史をたどっていく感じで、でも生徒さんとこと同じように2時半ぐらいにこう約束して、あ、ね、そうそう、だって僕このラジオ終わりに京都集合して、そのまま行った、もうすぐそこやったからすぐ行けたね、行きたい、電車で4駅ぐらいやったから、すぐ行きましたもん、めっちゃ行きたい。いいかね、いや行くよ、ほんまに。いやほんまに、いやただあの、ね、奥様に聞いてからです、何でも奥様に。賛成しありそうじゃないですか。そうですよね、それは好きなんで、そうやな、千と千尋も面白いですもんね、ねえ、うち、なんなんだろうね、あのうちの息子2歳、はい、千と千尋かトトロゴンめっちゃ見るんですけど、あ、大人の僕が見ても正直そこまではっきりストーリーって難しいじゃないですか、うん、あ、そう、社会的メッセージとかもありそうで、ね、なんであんな子供ってあんな真剣に見れるんですかね、他のアニメとか見ててもなんかすぐに興味なくしたりするんですけど、はい、ジブリだけはしっかり見るんですよ、なんか違いがあんのかな、絵のタッチとか、絵のタッチとか見ちゃう、見ちゃうっていうのがあるよな、食事シーンがものすごく美味しそうに思うので、あの豚になるあのシーン、ね、あのシーンね、バクバク食べてるのが、ね、なんであんな甘くなんねやろ、そう、あれあのメニューあのまんまで出してほしいですよね、いやそう、あ、いけますね、あれ出せばいいのに、あれお店ねやってほしい、ね、で、ああいう屋台みたいなところで座って、ああいう食べ方してみたいですよね。ねえ、一回。はい。どこやったか、あれもモデル一応あるんですよね。あ、ここのここっていうのね。そう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 。一応あるんですよね。ね、あの料理とかなんかしっかりとなんかシェフとかがメニュー化して出してくれたらめちゃくちゃ食べたいのにな、ラピュタのあのパンの上に目玉焼き乗せるやつとか、いやそれはできるやん、それは別に想像つくやん、あのそれやったらええやん、おのおのがトトロの冷えたキュウリ皮で冷やしてるんですよ、キュウリをあるけど冷えたキュウリもだから勝手に家でやったらええ、ネーミングはトトロで出てきたキュウリやけど、一応まあシンプルキュウリです、キュウリ冷えたキュウリ、それはもうさすがにぼったくりなのかジブリのトトロキュウリです、キュウリ出してキュウリを冷やして売り出して800円、それはさすがにやりすぎてるわ、バレるバレるよ、バレるか、夜店とかでやったら子供が買いたい買いたいとかでいけそう、それ800円とかでも違う違う、一緒にやりましょう、ね、やりましょう、はいはい、一緒にするな、ただのキュウリ冷やしてるだけで、ね、トトロ言うてるだけでただのキュウリや、そうです、千と千尋はあれはもう食べてみたいっていう、はい、シェフがちゃんと作ってくれたらどんな味なんだろうなとか、はい、あんだけ柔らかく作れるのかな、ね、お肉ってとか、そう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 っていうのが楽しみなだけで、はい、まあ、勝手に名前使ったらね、捕まりますけど、はい、もちろんもちろんですが、ほんまに歴史が全部全部見れて、その時の流行語とか、そんなんもあるので、まあ、どこまで言っていいか分かんないですけど、本当にずっと楽しかったです、ずっと立ち止まって見れる、で子供は子供でいっぱい写真のスポットもあったりとかね、本当に楽しめると思いますから、魔女の宅急便とかもあるもんね、うん、魔女の宅急便の、あのポスターあるでしょ、あれに自分がなりきれたりとかもありますから、ほんまに楽しいと思うよ、ぜひ行ってみてください、行きたい、はい、うん、じゃあ一通だけちょっとメッセージ読めてないのがあったんで読みましょうか、ラジオネームあやさんからいただきました、逃げられなかった話ですが、私はエレベーターがすごく苦手で、知らない誰かと閉鎖空間に閉じ込められる状態が辛いです、例えば閉まると開くのボタンを押し間違えたり、操作パネルを押そうとしたら人が立っていたり、降りるフロアのボタンを間違えて押してしまい、一緒に乗っていた方々に謝らないといけないムードになったり、もはやエレベーターそのものから逃げ出したいほどほんまに苦痛です、あー気まずいっていうのもあるもんな、確かに、ね、うん、なんかあの背後取られてる時嫌じゃない、わかる、あのドアの近くで後ろに知らんおっちゃん乗ってる時に、なんかわからんけど、
なんかやられる。なんか警戒しちゃうよね。あの夜仕事に帰ってきた時に、なんかわからんけど。夜になればなるほど。そうそうなんよ。まあわからんでもないですね。はい。皆さんたくさんのメッセージ本日もどうもありがとうございました。はい。ということでお相手はスマイル瀬戸とスマイル大江吉高と KB 佐々木でした。さよなら。